それがこれで大丈夫です。これ大丈夫か。はい、これ大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、ごちそうさまでした。はい、こんにちは。こんにちは。ちょっとね、音声トラブルがありました。すいません、お待たせしました。すさまじい。はい。あの、再起動しても治らないという、あの、とんでもない事態だったんで、すいません、ちょっと。なんか、USB の差し口が死んでる説ですね。はい。でね、じゃあ、今日もね、はい。ああ、自己限定なんですか。自己限とは、プロゲーマー、フード先生による、初中級者向けのスト5オンライン指導配信となっております。よそして毎週木曜日ですね、夜7時から、5名の方に、10分間指導をするということですね、うん、そしてさらにですね8時にもまた5名募集して、10分間フード先生が、無料で指導してくれるという番組になっております。凄まじ、はい、日本代表ですからフード選手はぜひ皆さん参加していただければと思います。で、参加方法なんですけども、下に書いてありますように、これからフード先生が、ラウンジを作ります。ラウンジをですね、検索して探していただいて、先着順で入ってきてもらうという形ですね。ID はフード PC、パスコードは0005、キャラセルはオン、ラウンドは3、連戦セットは5本選手になっております。山本さんありがとうございます。あ、山本さん100ビッツありがとうございます。おっと、はい、誰だ、ガムデスさんですね。八重です。で、あとですね、よろしければ、ディスコードをつないでいただくと、指導するときにフード先生に直接聞けるので、楽しいんじゃないかなと思います。ディスコードの URL、ID はですね、つけてこの配信のカメラの下に書いてあるこの ID を入力していただければ、大丈夫です。そしてですね、音声チャットに入ってきていただいて、フード選手にこんなこと聞きたいよ、はい、あんなこと聞きたいよと聞いていただければと思います、はい、でね、みんなが揃う前に全然入ってもらってどんどん進めていくっていう感じでも大丈夫なので、はい、ぜひガムデスさん入っていただければなと思います。あ、もしそれができる難しいなら全然チャットで大丈夫なんで。あ、いらっしゃいました、ガムデスさん。こんばんは。あ、よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ、じゃあ早速やりましょうか。はい、お願いします、よいしょ。あ、ノイキャン外れてる。なるほど、そういうのもあるのか。ちょ、ノイキャンつけます。いや、ノイキャン外れてる理由がちょっとわかんないですねちょっと強めましたね、うん、はい。ちょっとね、音声トラブル、もし聞いてる最中に何かあればまた教えてください。使用キャラクター何がいいとかありますか。あ、号機お願いしてもいいですか。あ、号機で、はい、了解で。はい、どういう部分をちょっと気になる。なんかやっぱジュリーが、うん、はい、中足が立ち中継かめちゃくちゃ強いんですけど。ああ、そうですね。やっぱ膝、いや、見てる人だとどうしてもやっぱ膝とか強い技で打たれもらったり、あとやっぱ守ってる時間が結構きつくて、はい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 、なんかいくらリードしてても全然負けちゃうみたいなことがあったり、あと残空とかがあるので対空も迷ったりして、うん、まあガードしちゃったりってことも結構多かったりして。なるほど。じゃあまあ対戦しててなんかちょっと見てみましょうかね。はい、お願いします。うん、まあそうっすよね。トリガーやっぱ強力っすもんね。そうっすね。おお。ごめんなさい。うん。いや、でもめっちゃ我慢してる、偉いな。おお、
あ、食べてない。EX か。EX でしたね。EX 風波が。初めて打撃当たってこのダメージですか。やばい。何分くらい溶けてる。あー、うまい。いいですね。オッケー。止める。有名なんでね。うまい。もう早すぎた。いやいや全然なるほどですね。あ、じゃあ膝とかの対処法なんですけど、はい、トリガーは実は結構あるんですよ。はいはいはい、トリガーの対処法から言うと実はあんまり下がらない方がいいっていうのがあります。はい、あ、はいはいはい、ラインを下げるのがあまり良くないってことですか。そうです。これ合気以外もそうなんですけど、はい、トリガーがめちゃくちゃ長いやつ、はい、要するに、はい、あの波動拳とか使わなかった時にめちゃめちゃ長いキャラっているじゃないですか。まあ、ザンギとか、まあ、まあバーディーもそうなんですけど、はい、そういうキャラに、実はライン下げるの結構もったいなくて、はい、だってライン下げても終わんないんですよトリガーが。はいはいはい、うん、なんで、下げない方がいいっていう、もう普通に正面からぶつかった方がいいっていう。でもう一個実は合気戦はトリガー中ライン下げない方がいい理由があるんですけど、それって分かったりします？はい、ラインを下げない恥がきついからとかではなくて、ね、そうですね、実はラインを下がんない理由があるんですよね。ラインを下がんない、うん、これ全然分かんないです、ね、ない。これトリガー中って波動拳打つとトリガーゲージが消費するんですよ。はいはいはい、で、やっぱ合気の波動拳って強いじゃないですか。多分中継とか置いてもらっていいですか今。はい、やっぱこの波動拳にやっぱこう負けるじゃないですか。負けちゃいますね。トリガー中って逆に地上波動拳って打つとやっぱり合気のシナジーが落ちるんですよ。はいはい、残空打ちたいから。はい、なんでトリガー中の方が技がめちゃめちゃ起きやすいんですよね。ああ、はいはいはい、で波動したくないから。そうそうなんですよ。トリガーを触れるってこと。逆に言うとこれで要するに技を振ってそこを波動拳食らった時に結構許せるんですよ。あ、ごめんなさい。あ、はい、あ、まあこの波動だったら食らってもいいかなっていう感じで、すごいいいんですよね。はい、だからなんかそのむしろ地上戦だけで見ると、残空を抜かした地上戦だけで見ると、はい、結構弱くなってるっていう考え方もできます。あ、はい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 、だからステップとかすげえ通しやすくなるんですよ。あ、波動とかがないから。波動がないから。はいはいはい、だからトリガー中はむしろ結構技振りに行くとかは割とありとは思います。ビビんない方が結局なんつうんだろう、相手のトリガーも早く終わってくれるっていうか、見つかってくれたりもそうしてくれると思いますよね。しゃがみ中継とか。で、まあ、ただこの膝をね、どこまで対処するかっていうのは結構重要だと思うんですけど、はい。これね、殴れると嬉しいっすね。結構地上を見てないといけないっすよね、でも。一応殴り方としては、歩き打撃打つっていうのは結構ありなんですよね。はいはいはい。ただ、膝って、当てに行くより、こういう感じで打つの結構多いと思うんですよ。あ、置いてますね。うん、置いてる人ですね。要するに、立ち中継振ってもらっていいですか。はい、立ち中継に対してこう勝てるように置くんですよ。はいはいはい、それに対して立ち中継のところで踏み込んでしゃがみ中継とか置くんですよね。で膝来た時にちゃんとキャンセルして技を打てるかなんですよね。状況確認をして。そうですね、なんか見てから技を振るっていうよりはこう来そうだなと思った時踏み込んで打撃置いといて、あ、必殺、あの膝打ったなと思ったらキャンセルって必殺技につなげるっていう。あ、ちょっと殴ってもらっていいですか。ってやると結構その良かったりしますね。で今対戦しと思ったのがやっぱ安いんですよね、立ち回り。うん、
はいはいはい。ちょっと中継連打してもらっていいですか。うん、これ例えば連打したときにそっちの勝率の方が高いのかもしれないけど、結果的にこっち3倍ぐらい減るんで、リターンの差が、そうなんですよね。だからやっぱ相手のリターン、こっちもリターンを出さないといけないですよね。なんで、うん、外で振らせたら1段目がヒットしないから結局リターンがないですもんね。ないっす、全然ないっす。けど強いじゃないですか。しかも波動拳とかでもやっぱ結構負けちゃうし、うん、やっぱりジュリはその、うん、歩いて打撃打つのとかもすごい重要なのかなっていう。あ、そのステップしゃがみ壊しとかやっぱすごい重要だなと思いますね。それはもう本当に強いと思いますね。なんでやっぱ緩急をつけるのがやっぱジュリで大切で、ちょっと地上戦の緩急、その下がるのと前に行くのっていうのがちょっと少なかったのかなっていうのは思います。はい、その例えばジュリって離れてると風波で溜めるじゃないですか。はいはい、だからこういう距離で風波来ると思うからステップを置きたくなるんですよ。はい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 、でそこで立ち受けをするんじゃなくて逆に自分からステップしちゃうとかするんですよね。ああはい、それででコンボ狙うとか、はいはい、投げるとか、要するに常に風波をこっちはとがめたいから、その風波をとがめるための選択肢を、その逆のタクっていうのをできるかどうかっていうのがやっぱすごい大切ですね。でインフィールとかやっぱそこら辺すごい上手いですよね。はい、ちょっと動画見てみますわ、うん、参考にできるとこ探して。そうする、だから常に風波を打つで相手が風波をとがめる、はい、でそれに対するとがめる選択肢を自分の中で持ってるかっていうのが多分ジュリですごい勝率の変わる要素だとは思いますね。なるほど、確かに前捨てとかすんのが怖くて全然しとらんかってしてなかったんで。あ、そうっすよね。なんで、する理由があれば問題ないんですよ。はいはいはい、要するにこっち相手がとがめてくるから前捨てをするって感じですね。はいはい、要するに、うん、風波と前捨てっていうのが結構対になってるって思えば大丈夫です。例えば前ステップするじゃないですか。で前ステップ殴られるじゃないですか。はい、絶対風波で溜めれてるんですよ。はいはいはい、要するに選択肢を負けた時にもう一個の裏の選択肢でがその自分の中で勝ち負けが分かってるなら問題ないですよね。理由をつける前捨てだったら確かにとがなんかとがめられても、あ、そうそう、例えばあったじゃないですけど、バックステップ前ステップってやったりするしたときに、はい、そのバックステップ前ステップの前ステップ止められたら絶対バックステップ風波溜まってるんですよ。はいはいはい、でそこはやっぱ読み合いであるんですよね。でしかも、こっちは仕掛けてる側じゃないですか。はい、こっちが前に行くか風波溜めるかってのは選べる側なんですよ。はい、だから相手が止めたとしても相手やっぱすごいリソースを割いてるんですよね、毎回毎回。前捨てを見るっていう、見るとかもそうですよね。なんで主導権はすごい握りやすくなるなとは思いますね。確かにちょっと引きすぎというか対応しようとしすぎてて、うん、やっぱ入り替えは絶対に重要なんで、狙ってった方がいいとは思いますね。はい、わかりました。はい、すごい勉強になりました。はい、頑張ってください。ちょ、ありがとうございました。はい、失礼します。はい、あ、乗り切るとまだあと1名大丈夫です、はい、入れます。はい、次は羊羹さんですね。羊羹さん、よろしければ。あ、いらっしゃいますね。あ、もしもし。あ、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。今日はあ、江戸をお願いしてもいいですか。はい、やっぱ江戸エド増えてますよね。エドの何を。ちょっとよくわかんないまま対戦してるんで、うん、まあ、なんとなくは調べたんですけど、ちょっとここもっとこうした方がいいよとかあったら。ああ、了解です。まあ俺がもね結構エド怪しかったりするんでね。ちょっとちょっと結構多いですもんね。そうですね。例えば CBT お疲れ様です。お疲れ様です。あれ、参加してましたっけ。はい、してたんですけど、なんか1回戦のゴールドぐらいの竜に負けちゃって。あ、やってね。緊張ですかね、大会の。それで結構慣れてたんですけど、うん、まあ大会だし強い人いるから、
しゃあねえかなと思ってて、ちょっとそれでもスーパーゴールドって書いてあったから、あ、勝てるかもと思って、勝てるかもってちょっと思っちゃったから余計泣いちゃってまあそうですね、だったんですけど、うん、ボンちゃんの配信見てたんですよ、うん、もう負けた時の泣い方がすごくて上には上がいたって感じですか自分も泣いてたけど、多分やっぱプロの人の方が泣えるよなと思いながら見てて、まあまあまあ、自分より泣いてる人見て冷静になっちゃう。ああ、その目線あるんすね確かにな、もう本当にうなだれてて、うん、俺ここまでは行ってねえしあれだなと確かにな、しかもコメントとかも結構厳しい人とかもいただろうしな、しかも多分ボンちゃん龍に負けるとは思ってなかったと思う。そうですね、龍に2回負けて、そうですね、龍サガとかって負けてるイメージ全然ないし、えちょああ、使わない、使った方が良かった、絶対使います。基本的に、ゲージの価値っていうのは割とこのゲームは低めって考えてもいいと思いますね。わかりました。なんで、ラウンド取れるときは基本は使う。まあ、中には残した方がいい瞬間とか当然あると思うんですけど、偉いっすね、使うのが。多分地上そんなんでもないんですよ、実は。フリッカーで潰されてるだけであんまり大したこと、実はって感じです。前中盤とかも結構殴れます。あ、前中盤、うん、前中盤で弾出すモーションみたいな。そうなんで、一つ一つちょっと主要な技をちょっと教えますね。これ前出番、これ思ってる隙あるんで殴ってみると分かるんですけど、これ弾出ると負けるじゃないですか。けど止めた時に結構隙あるんですよ、これ。多分ダイパンとかも全然間に合っちゃう、近くだったら。もう確定します、こういう確定します。へー、で結構こうなんかこんな感じ振ってくるんですけど、こういう動きするじゃないですか。ああ、なんかフェイン出さないフェイントみたいな感じでやってくる。そう、その距離とかでも下手したらダイパン間に合っちゃうぐらいじゃないですか。あ、もうこうやって来る時にもう余裕で確定してます。だからそもそもこの技自体 は隙がすごいあるっていうのを知ってると重要で、じゃあこれ見てるときにマイジャンプすればいいんですよね。あとはまあ弾抜けとかもそうだし、なんか割と隙があるんですよ、やっぱこれ。まあ結局俺全然かくんねえな。まあ、まあ弾抜けを狙うとかは全然あるかな、通してるだけでも大丈夫かな、うん、だからまあ、うん、好き。あとこのダイパーを殴れる。あ、そんなか、ん？フリッカーはこれはまあ基本無視だと思います。目の前で使っても何もしない方がいいです。殴れるといいですけど、割とこれ殴るのむずいんですよ。なんかガードこうなっちゃうんで、まあまあ殴れたら理想っすけど、そのむずいっすよ。あ、むずいっすね、やっぱ、うん、自分でもちょっとやってみたんですけど、これいいのないのかなと思ってやったんですけど、まあ、俺は結構無視しちゃってますね。あ、やっぱ無視しちゃってますね、うん、よりやっぱダイパンとか V スキルだったらこれとか、このダイパンも結構殴れるんで
これやっぱ殴りたいポイント、これ結構読み合いになるんですけど、俺も読み合いで殴りに行っちゃう。ああ。まあミカだと EXP 中層も結構答えだったりするんで、距離が近かったらなんなら多分 EX 劣勢波とかいけちゃうぐらい。あ、むずいかな。まあまあ、使った時にしゃがみ台形とか打てるといいと思いますね。あ、暗かも。今、最大試しました。このタイミングで殴れば多分いける。で、これ、なるほど、画面端の時だけ警戒すればいいですよね。あー、なるほど。あの、中央は正直無視でよくて、その画面端の時、あの、こう下がって、これ超やってくるんですよ、こうやって。あ、やってこれをめっちゃ警戒できるかどうかなんですよね。あ、おできる。だこれさえ今みたいにこう咎めちゃえば、うんうんうん、これね、おまんま食べられちゃってるポイントなんですよ。うん、なるほど。蹴れるようにした方がいい。あとさっきの弾と一緒で蹴れるようにした方がいいですよね。そうですね。特に画面端の大パンはやっぱり咎めたい。あとこれ、あ、はい、これ見てマイジャンプいけます。これ確定するんで、立ち回りでこれ有利取ってくるんですけど、これはもう見てジャンプ、これが対処です。でこれもあの知らないとめちゃめちゃおまんま食べられちゃうポイントですよね。そうですね、これはもう結構いかれますね。うん、なんでこれはあのちゃんともう大攻撃でも全然いいと思います。ジャンプ大とかでもう痛いコンボ入れようって、で端やったらちゃんと殴ろうみたいな。ああ、なるほど。ただこれをマイナップしてもいいと思うんですけどね。まあ、トリガー対象もよくわかんないんだよな。あとこれもな、結構殴れる。あ、これはなんか差し返したい、ね、差し返したい体型ですね。あと起き上がりは弱攻撃化された方がいいっていうのは知ってます？これは遅いからって。あ、そうそうそう、遅いから、うん、わかりました。まあそうですね、まあこの辺を差し返しを狙っていけば、うん、そのマイチューパン、ダイパン、 V スキル1、多分 V スキル1だと思うんですよ、カリンには。そうですね、 2は意味ないと思う。タマキャラには2結構使うんですけど、まあ多分1だと思うんで、まあそこは抑えたいなって。あと台形ですよね。それ以外は地上戦そんな強くないっす。うん、多分カリン全然いけると思う。わかりました。ちょっとふわふわやっちゃってたんで、うん、その辺意識してまた差し返しと練習していきます。はい、ちょっとお願いします。すいません、ありがとうございました。はい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 、はい、いきます。竜強化された。竜多かったな。俺も竜に竜危なかったし、ももちも頑張ったし。そうですね、竜使いはかなり今季は楽しそうですね。うん、まあモチベの上がるバージョンなのかな。まあ、これでモチベ上げたらちょっとかわいそうなぐらい、そうでもないですけどね。しかも、もうちょい強くしてもいいかなと思う。次は、カナタさんですかね。はい、あ、お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、なんかありますか、キャラクターみたいなのは。ブランカでお願いします。了解です。ブランカは上から下から来られて、どうしようみたいな感じで。ダブル2の確定持ってます？この組み合わせ。ダブル2もなんかローリングになんか負けちゃったりとかすることが。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ローリングにダブル2確定します？OK。ローリングには多分ちょ、なんだろう、タイミングによりきり。まあ。結構そこブランカ戦はね、そこが結構重要なポイントだったりもするで、まあとりあえずやりましょうか。あ、はい、あ、けどこのキャラはあれか、トリガー来たら V リバが強いのか。あのローリングガードした後に、あの他のキャラは V リバダメなんですけど、はい、ベガは後ろの方向にあるから。あー、そっか。うえ、やべ、完全にレバガチャから卒業してる。最近でもあの
キーボード練習してまして、おいや、これを見ればやっぱ超優秀っすね。ああ、そっか。あの、裏回りとか。そうなんですよ。っていうより他のキャラって V デバすると裏に行くんですよ。ああ、はい。っていう仕様があるんで。そう、まあこれもちょっとこっから派生もあったりして、けど攻め自体はすごいやっぱ良くなってますね。あ、ありがとうございます、うん、あと私はキャラ対部分があるかもしれないなっていうのを今やってて思いました、ね、じゃあ、ブランカの抑えるポイントを言うと、はい、まずローリングの確定あるかないかのちょっと確認していいですか。あ、はい、ローリングガードしたらダブルに打ってもらっていいですか。まだ別です。で中かな、中で打ってもらって。あ、わかりました。ああ、確定しますね。で、これ基本立ちとしゃがみで変わるんですけど、しゃがみで確定するならもう余裕ですね。うん、今日は今日、あ、ダメか。じゃあまあ中か EX っすね、多分ね。あ、はい、うん、あ、タッチガードしたらすら入る。タッチガードしてもらっていいですか。あ、ごめんなさい。あ、スライディングで。あ、すら、あ、いや入んないか。あ、入る。あ、はい、タッチガードするとすら入りますね。あー、じゃあこれ、攪拌は優秀な方ですね、かなり。なんで、うん。立ちガードかな、これ、立ちガード、しゃがみガードでめちゃめちゃ変わるんですよ、このローリングってのは。で、はい、これローリングが、確定がある勢なんで、ブランカの地上めちゃめちゃ変わるんですよ。あー、はい。そういえば、なんか、ローリングあんまりしてこない印象が。そうっす。上から来る方が多いなーって。あ、こういうやつ。あ、はい、そうですね。うん、そうっすね。じゃあ、ローリング、まず、まあ、前提としてローリングがないってことは、ブランカの地上戦めちゃくちゃ弱いっす。あ、はい。一番強い技はこの技で。あとはこういう、なんかリーチが超短いんで、遠くから大パンとか振ったら、もう基本、勝っちゃうぐらいの、技たちなんですよね。ちょっと当てるように打った方がいいですね。あ、届くように打つと、うん、うん、そこは勝ちやすいなっていう、うん、で、で、上から来るやつあるじゃないですか。はい。これは、空対空はあんましない方がいいですね。あー、やっぱり、うん、確かになんかやろうとしていつもなんか倒されてるなっていう感じが、うん、で、しゃがみダイパーこう打てるといいですね。で、あとやっぱこれ EX っすよね。
これ EX はこれマジで魔法の技で対処法が超むずいんですよ。で画面端から逃げるじゃないですか EX で。はい。でこれ一番いい対処法はもうちょい言ってもらっていいですか。もうちょい、もうちょい言ってください。もうちょいかな。ここら辺にいるのが良くて、実は。で、光ったの見た瞬間にしゃがみダイパン、最速ローしてください。あ、わかりました。あ、しゃがみダイパンだとむずいのかな。もうちょい、うん。こういう近いところでもうちょい言ってもらっていいですか。あ、わかりました。で、光ったら。はい。あ、すいません。うわ、無理なんだ。これね。いける、あ、ごめんなさい、殴ってもらっていいですか。これ、いけるキャラとそうじゃないキャラが。あー、かわいそうだなぁ。かわいそう。膝とかどうなんか。いや、しゃがみダイパーいけないときついのかもな。これ、そう、俺のキャラとかは、はい、ほぼ全キャラいけるんですよ、しゃがみ中パンとかで。で、もしくはしゃがみダイパーとかでいけるんですけど。はい、もう一回光ったしゃがみダイパーいいっすよ、ちょっと。あ、わかりました。あ、いけた。そう、こうやってやり光ったの見て、ああやって殴れるとめっちゃ良くて、それだけで多分変わるんすよ。ブランカって、こういうキャラクターなんすよ。こういう感じでやって、はい、なんか待って、で、一応これ手前とかは結構殴れると嬉しいっすよね。これ一回読み合いになってて、もうぶっ放しでダイパー打つのとかも全然ありです。あの、アックスとか打つのも。そうそうですね。で、あの、まあ、ダイパーを、あ、届かないなと思って打つのは相当いいと思いますね。あ、わかりました。もっと遅く打っても大丈夫です。あ、もっと、はい。あの、なんか軌道を見て、あ、これ来そうだなと思ったらやんないみたいな。要するに、届くんだったらガードで、届かなそうだったらダイパンを押すっていうやり方とか。ああ、はい。そう、今みたいな感じで。あ、これ届かなそうだなって。ダイパンでもいいんだろうかな。まあ、ダブル2とかの方がいいかもしれないですね。しゃがんで待って。あ、いいっすね。うわー、これなんかすげー対処ありそうだな。なんなら。全部ダブル2でいいとかありそう。こう、スカルから。ああ、そっか、スカルもありか。うん。まあ多分距離で結構変わると思うんですけど、ちょっとね、なんかね、あの組み合わせ自体マニアックで、もういいことあんまり言えないですけど、はい、まあ、とりあえず、トリガー中は、はい、V リバー結構強い。で、さっきの試合とかあったんですけど、トリガー溜まってる時は、ブランカが、スラ発動してくるんですよ。ああ、はい。だから、あとしゃがみ中継発動とかしてくるんで、絶対しゃがんでた方がいいです。あ、わかりました。うん。絶対しゃがんでる。で、あの、さっきクライマックスしたじゃないですか。そうですね。あれやっぱもったいないっすね。あーですね。うん。で、地上はあんま強くないと思った方がいいです。あ、わかりました。うん。なんで、はい、あの、寄ってって、あの、殴りに行って問題ないっすね。あ、そっか。なんか今までちょっと待ってた感じがあったんで、あ、そっか。逆に相手が待つ感じっすね。あ、そっか。うん。なんで歩いてってダイパンとかアックスとか、あの、押し付けに行っても全然問題ないです。あー、そっか、全然間違ってました。うん、そっか、了解しました。ちょっと、はい、あの、攻めるようにしたいと思います。うん、はい、で、ローリング、打ってくるなら、ちゃんとガードで待って、確定入れるっていう。はい。うん、っていう感じですかね。で、なんか、スラ入るとか知らなかったので、はい。そうですね。やっていきたいと思います。はい。はい、どうもありがとうございました。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます、はいはい。失礼します。ああ、ホンダだと強頭突き一本でいけるんだ。うーん。自己剣見てるだけで、そうですね、参考になってほしいなと思ってやってますね、これね。じゃあ、ナポリタンさん。ナポリタンさん。ナポリタンデュークさん。あ、聞こえてますか、ね、はい。あ、聞こえてます。こんばんは、よろしくお願いします。そっか、デュークって公爵って読むんですね。あ、そうですね。公爵？公爵。公爵っすね。あ、なるほど。伯爵とかの。一番偉いやつだ。爵位で。あ、そうですね。かなり偉いやつですね。あれ、じゃあキャラクターは何に？G でお願いします。お。
地方の王様レベルですよね。そうですよね。もう尺ついてりゃもう全部強いっぽいですけど、その中の公爵はもう男爵、男爵が一番低いんでしたっけ。子爵、男爵が一番低いっす。し、子爵、子爵の方が偉いんじゃないですか。子爵が上手い。男爵、子爵、公爵、総爵、公爵、伯爵とかもある。伯爵いた、伯爵いたわ、伯爵いたわ。伯爵も序盤に出てきますわ2,3 番目ぐらいに。じゃあちょっと、じゃあ対戦、はいはい、よろしくお願いします。俺のイレブン担当キャラクターだったんで。そうなんですね。勝ち上がりでやられてましたね。見た目だけ言うとなんか G の方がね、公爵なんですけど。チェ。はい、あーマジか。だいぶ突っ込むわかんないんで大丈夫でした。これねきついっすよね。あー俺がとがめないといけなかった。ちゃんととがめたい。教えが、あ間違えた。あーなんだなんだ。長っ。いいですね。いや。いや。さっき教えてたやつっすね。さっきこれ絶対噛んでます。あー惜しい。あー惜しい。苦しい。おお抜ける。おお。あちょっと抜けれねえんだよ。元気玉生かしてもらいました。でーけさあ G の何が嫌だったりとかしますか。生発動でそのトリガーとかやったときに、うん、足くるって回して、あー、はいはいはい、うん、あれがあったりとか、あと玉抜けが他のキャラよりなんか結構見づらい気がして。あーこの玉っすよね。そうなんですよ。これが結構抜けにくくって、これ抜けるの多分結構大変ですね。これ普通の対処って例えばこれ使ったところに何だろう、リーチの長い技で差し返すとかやったりするんですよね。はいはいはい。なんで玉抜けってやり方するとすげえむずいと思います。これとかできんのかな。なんならできるかどうか怪しいレベルだと思う、むしろ。で玉で困ってて、うん、でこっちがトリガーゲージ入って溜まったから打ったら足蹴り食らって、でこれの EX ですよね。それ EX で食らって、うん、で困った困ったっつって後ろに下がったら EX の下段で拳で突っかけられて、困った困ったって負けることが何回かあって。まあそうっすよね。でリーチ負けとかもあって苦しいなーって思うことがあって、なんかとりあえずこのキャラってレベルアップさせないの結構重要なんですよね。はい。なんで通常技クラウトの相性を知っとくと結構いいのかなっていう。なるほど。まあこうしゃがみ中パンに勝てる技を打ちたいですね。基本的にこのキャラってこのしゃがみ中パンとクラウトむちゃくちゃ持ってかれるんで。うん、であと見た目で覚えるの結構いいんですけど、こうしゃがみながら打ってる技は立ち技とかに結構相性が悪かったりします。立ちパンとか打つと。タチジャックパンとか。ああ、そうですね。じゃあタッチパン1、2、3とかやると食らいにくいとかはあるかもしれないですね。なるほど。そう、これね結構ねこう見た目通りなんですよ。
立ち役もらってもらっていいですか。そうですね、そういうのはとかはちょっとなしよし、むずいわマジで。確かに、まあ、あとこういうのも超打ってくるんで、これから。ある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 。Gって小技からめっちゃ減るっていうのがキャラの特性なんですよね。まあなんでそれを咎めれるといいのかなっていう。なるほど。あとまああとトリガーってあるじゃないですか。はいはいはい。トリガーの対処は結構シンプルで、ずっとしゃがんでるのがいいです。あのレバー後ろ入れない方がいいです。しゃがんで待つっていうのは基本これをこうやって打ってくるんで。ああ、あるあるある。でしゃがんでると投げでしか崩れないんですよ、はい。だから寄ってきたら暴れるってやり方した方がいいです。で基本的にはこううろうろしていくと思うんですけど、マジでしゃがんでた方がいいです、トリガーが終わるまで。ビビってライン下げたりするとあーもうダメです、ダメです。で例えばトリガー中って弱い部分もあって、それが弾なんですよね。トリガー中弾打つとトリガーゲージ消費しちゃうんですよ。だからトリガー中弾打ってこないんですよ。だから待っててるんですよね。例えばこうしゃがんで待ってる時に、その相手はその時間内で崩さないともったいないから、やっぱりこうアクションを起こしてくるし、じゃあ待ってるから弾をでこうなんだろう、動いてほしいなってやったとしても、じゃあ弾打つと一瞬でトリガー終わっちゃうんですよ。なるほど。だから体で突っ込んでくるしかないんで、うん、でまあランクにもよるんですけど、このランクだったらもうめちゃめちゃ必殺技打ってくると俺思います。まあ確かに初手で足蹴りやってきたりとか結構あります。なんでもう結構しゃがんで待って、もうとりあえずその嵐が過ぎるまで待つっていうのはトリガーの対処法ですね。なるほど。あの一番寒いのがこれ、言われたってここ、はいはい、こう今戦ってるじゃないですか、しゃがんで待ってるところで、はい、こうやるんですけど、はい、今までだったら多分こうやられたら怖いが下がるんですよ、はい、それが寒いですよね、この組み合わせ実は。なるほど。これ寄ってきても不動のしゃがみで、投げ前に入ってくるときに読み合いなんですよ、はい、あ要するに投げ食らうじゃないですか、はい、けどこう歩いてくるところの道中にしゃがみ中継とか置いてもらっていいですか。これ殴れるんですよ、こうやって。だからしゃがんで待っといて、はい、こいつ超気合い入れて投げてくるなと思ったら打撃を押すみたいな。で極論投げ食らってもいいんで、別に、まあ、トリガー中はって、うん、全然食らっていいです。ただ俺はいつかボタンを押すよっていうのをちゃんとやれるかどうかなんですよ。ただ芋引いてるだけじゃねえと。あ、そう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 。別にお前の投げはまあ確かに勇敢だよって、うんうん、けどこっちもちゃんと答えがあるからねってやるとトリガーの対処はできます。なるほど、うん。で、あと結構対策なんですけど、弾あるじゃないですか、はい、でプレジデントレベルが高い時に飛んだ方が期待値高かったりします。全体フレームが長い的な感じですか。いや、プレジデントレベルが下がるから、ああそういうことか。うん。で逆に前飛びしてもらっていいですか。はい。なんかこういうなんかね、ゼロの時に前飛びして、はい、結果的に対空でプレジデントレベル貯められたりするんですよ。ああ、ある。それめちゃくちゃもったいないですよね。確かに。前ジャンプしました。はい。相手のプレジデント読みがあってもダメージしかもらえないんですよ。プレジデントレベルはしかも挙句相手がもらっ増えちゃったりするんですよ。けど、なるほど、プレジデントレベルが1段階とか2段階上がってる状態で前ジャンプすると、その相手のこう読み勝った時の期待値が乗っかるんですよね。だから俺ミカとか使ってて、そのボディープレスで荒らしたりするんですけど、基本的にはレベルが上がってからやりに行きます。ああなるほど。でそっちの方が期待値が高いからみたいな感じで、なんかまあプレジデントレベルが上がってから前飛びした方が俺は基本はいいのかなとは思ってます。まあ当然相手のレベルが上がってるんで火力が伸びちゃったりもしてるんですけど、やっぱレベル1にするっていうのは結構重要なのかなとは思いますね。なるほどです。うん。まあトリガー中の対処をちゃんとうまくやればはい、いい組み合わせだと思うんで、頑張ってもらったらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ついついつ失礼します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あ次は大卒さんかな、はい、ユリアンの方で。大卒さん、あ、いらっしゃいませ。あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。
願いします。あ、じゃあ何のキャラクターを。ナッシュでお願いします。ナッシュ。ナッシュ。あら。なんかユリアンは相当いけそうな組み合わせっぽいですけど。いや、結構なんか何していいか分かんなくて。てかなんかナッシュをお願いしたんですけど、うん、まあなんか。なんていうんですかね、あのプラチナなってからウルトラゴールドとプラチナずっと行ったり来たりしてて、はいはいはい、まあ下の、まあ、スーパーゴールドとかウルトラゴールドの人にはまあまあ勝てるんですけど、はい、まあスパプラとかその辺になってくると全然勝てなくなってくるんで、まあ、キャラ対っていうかなんか何したら勝てんのかなっていうのはい。これはざっくりしてて申し訳ないです。あ、いや、全然、これ多分ずっと続くんですけど、やれることを増やすと強くなるって感じなんですよね。だから、これができた方がいいっていうよりは、できることを増やすんですよね。だから、なんか、今、じゃあ何ができるのかなとか、ちょっと見ていきたいなとか。あ、仕込みとかできてますもんね。ナッシュのとりあえず V トリガーを1やられたときに何していいか分かんなくて、うん、結構なこの間あのダイヤのナッシュの人とちょっとラウンジしてもらったんですけど、うん、いじめられた弾とかもなんか結構はい咎められたりして、あ、弾はね撃つとダメです。弾抜けされちゃうって感じですね。はい、あ、このひたすらソニックやられてるのにどうすりゃいいんだろうっていう確かに確かにな、これ強いよな。あ、それいいですか。あ、まじ。これですよね。あ、そっか、そうなんですよね。結構やっぱこなんかちょっとジリジリしちゃうと、うん、どうしても V 取り V ゲージが溜まってくるのとかよく見えてなくて、あ、そういえば溜まってたわみたいな。バイパスとできそうですよね。なるほど。これナッシュ戦は結構、はい、多分いけるっていうか、まず重要なのは確定反撃でトリガーを打つことなんですよね、この組み合わせ。はいはい。なんで、まずはトリガー、変な話、自分のトリガーが溜まる前に相手の体力を4割にしたらめちゃめちゃ勝率高いって思うといいです。4割ですか、体力の6割減らせると勝率はすごく高いっていう考え方をまず持つとよくて、はい、それはなぜかというとガードしてもらっていいですか。はい、これとかこれとかにエイジスが確定するからですね。はい、あ、今のでも確定だからもうここら辺のナッシュの技打てなくなっちゃうんですよね。はいはいはい、はい、で、いいですよっていう。で、じゃあ、弾の対処っすよね。はい。V スキルって、1の方がいいのかな ?2 の方がいいのかな、どうなんだろう。なんか、弾なんで、うん、とりあえず1でいいのかなとかって思ってるんですけど、正直それもよく分かってないですね。なるほど。はい、じゃあ、まあ、じゃあ、強ソニックこう打ってくると思うんですけど、はい。弾打ち返しちゃっても結構いいのかなと思います、それは。で、そうですね、超連打していいと思います。うん、連打も全然ありだなっていう。あとなんだろうな、ナッシュってこう弾とステップってやってきたりすると思うんですよ、崩しで、はいはいはい、で強ソニック打ってくる相手に対しては技置き超有効っす。タッチシューパンとか打ってもらっていいですか。はい、適当に。でこのソニックって遅いんですよ。あ、ガードしないで置くってことですか。置くってことです。普通、弾を、技を置いたら弾ってガード間に合わないですけど、ちょっと離れてるところで全然間に合うんですよね。あ、もっと見てからっていうより適当に置く感じですね。あ、離れてて、
あ、そうそうそう、今みたいな感じで技打ってんのにガードも間に合うんですよ。なんでナッシュって結構今日、はいはい、今日のこうソニックブーム打ちたいんですよ。はい。けど今日のソニックブーム打つと技置き、そう、技を置いてんのにソニックブームが間に合ってしまう。でこれが何を意味するかというと、ステップができなくなってるんですよね。はいはい。で普通弾とステップって結構二択なんですよ。要するに弾をって何に有効かって言ったら、通常技に勝てるから弾ってすごく強いんですよ。けどナッシュの強弾って通常技狩れないんですよね。結構ガードが間に合っちゃうっていう。だからこう適当にこうマイステップする してんのにこう引っかかるんで、そのタッチューパンとかコパンとかを結構そう巻いて戦うとナッシュは弾しか打てなくなります。まずこれ結構重要な攻略なんですよね。やると分かるんですけど、あの負けパターンがこういう動きなんですよね。ナッシュがこういう感じで動いてきて、でどっかのタイミングでステップ後ろ投げとかやってくる。これはやっぱ打撃で潰せるとすごくあのいいな。あ、ちょっと倒してもらっていいですか。はい。あ、じゃあエイジスの確定やってみましょうか。はい、ガードで遅い。いや、まあリバーサーじゃなかったですね。あと距離もちょっと あ、じゃあ倒してもらっていいですか。はい。まあ、あとは EX の弾とか打って状況を良くするとかはあるんじゃないかなと思いますね。 あと前ジャンプをいつしていいかっていうのもあの知ると良くて、はい、今日これをガードした後は前ジャンプ弱いんですよね。あ、前ジャンプしてもらっていいですか。ガードした後これ間に合っちゃうんですよ。間に合っちゃう。この後は間に合わないですよ。間に合うのか。あ、けど、もうちょい早く出せます。はい、あのジャンプ攻撃を。そうですか。多分かけると思う今の。うん、でこれって弱弾の後は前ジャンプがかけるんですよね。これ強波動、強ソニックなんですけど、強ソニックガードした後のは前飛びはあんましない方がいいです。はい。強ソニックをガードした後前飛びすると、対空が間に合っちゃいます。だからむしろ確定しない、間に合わないんですよ。あの絶対ジャンプ効果確定しないですけど、けど弱の後は、確定します。これ弱、これ強。あ、はい。でなんでジャクソニックをガードするまで前ジャンプはあんましなくても大丈夫です。はい。じゃあ強ソニック来たらどうするか。さ、垂直できると結構いいですね。で強ソニックって弾が遅いから垂直すると次のソニック打てないんですよ。だからあの連打がなくなるんですよね。なんで一回あのソニックを垂直できれば次のソニックに対して結構読み合いになります。あの前ジャンプが確定したりするんで、はいはい、さっき歩きガードってずっとやってたじゃないですか。はい。歩きガードしても多分状況はそこまで良くならないです。はいはいはい。相手が強ソニックを連打してくるんだったらあの絶対に垂直しないとダメです。はい。で弱ソニックを打ってくる相手だったら歩きガードして大丈夫です。はいはい。でその後飛ぶ、読み合いになるんですよ。はい、要するに、はい、最速でこっちがソニックブーム打つじゃないですか。ジャックソニック打った後に、はい、最速でソニックブーム打つなら前ジャンプ確定するんですよ。ってことは、はいはいはい、ナッシュ視点からすると最速でソニックブーム打ちたくないじゃないですか。はい。だって相手が前ジャンプしてきたら食らうかもしれないから、はいはい、ってことは待つんですよ。はいはいはい、はい、でその待ってる相手に弾を逆にユリアンが打つんですよ。あ、そうすると次ユリアンの主導権になるんですよね。なるほど。そうなんですよ。だから、どうやって主導権を取るかっていうのが重要で、はい、まずは相手にジャクソニックを打たせることなんですよね。でおそらく、はいはい、こうナッシュに駆られてる理由としたら、その強ソニックの対処方法が歩きガードっていう間違ったやり方をしてたから多分ずっといじめられちゃったんですよね。あ、はい、ずっと強ソニック、はい、強ソニック、強ソニックみたいな。一回こう、そうですね、垂直してあげたりとかするといいのかなとは思います。あと今 EX 弾打つとか、ね、
EX の弾打てば一気にあの状況が良くなると思うんで、はいはいはい、うん、そういうのでこう、うん、良くしていくといいのかなと思いますね。わかりました。あとはやっぱエイジスの攪拌はもう絶対やった方がいいです。一人、多分プラチナ隊とかだといろんなキャラクターでエイジスの確定がすごい重要な要素になってくると思うんで、はい、うん、エイジス確定系を調べるだけで、あのすごく強くなると思います。はい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 、あ、調べてみます。そうですね、多分伸ばしポイントだと思います、エイジス確定は。はい、なんでちょっと頑張ってください。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、はい、ありがとうございました。ということで、7時会はこれで終わりです ね、はい、ですね、ちょうど時間ということで、うん、ね、確定反撃がどんだけできるかなんですよね、うん、だから昇竜拳ってね、はい、本当によくできてて、めちゃめちゃ確定反撃打ちたくなる絵をしてるじゃないですか、うん、あれすごくいいなと思います。なるほど、隙だらけですからね。そう、やっぱ飛んでこんなね背中向けてるやつ、ね、殴った方がいいじゃないですか、うん、だからそのだから江戸の玉無敵とか、うん、あれワンチャン分かんなくないですか。分かんないです。あれが飛んでたりとか、うん、もっと本当に背中向けるとか、うん、だからしてほしいなと思いますよね。だからこけたりとかしたら、うん、あ、隙があるんだって分かるじゃないですか。分かりますよね、うん、そういうなんか、うん、それがなんか優しさなのかなと思いますよね、うん、攪拌っぽくって実は攪拌じゃないのとかも結構ありますしね。そう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 、うん、初心者殺しですよね、うん、だこっちは知識あるから知ってるけど、うん、ね、ないとねできない人とか結構いると思うんで、うん、どうなんっていうふうには思います。あ、のりきょうさんありがとうございます。ありがとうございました。じゃあもう一回作りましょうかね、はい、8時間また5名の方ですね、はい、先着順で、ランチに入ってきていただければと思います。今日はあのまた玉講座で、はい、ヘポコさんが追加の情報を書いてくれたという、はい、ありがたいです、ね、それの精査を整理を、はい、してますので、まあ、ありがとうございます、はい、また今日、まあ、9時ぐらいですかね、ちょっと触れていければなと思います。はい、はい、わずかに、はい、それがね、すごいんですよ量が。あとハッピー波動っていうなんか前回概念が生まれたと思うんですけど、はい、竜のそのハッピー波動になるフレーム、うん、まあ、どのくらいなのっていうところとかを調べて、細かいのはありがたい、各キャラごとにやってくれてるんですよ。対竜、対チュンリー、対ナッシュ、対ベガみたいな感じで、あのこっからがハッピー波動の距離ですよみたいなのを、うん、まあ、フレームで整理してくれてるっていうので、これについてもちょっと聞いてみたいですよね。あ、了解です。じゃあ、ちょっと、はい、じゃあ、松さん。松さん。松さん、よろしければ、自己嫌配信台のチャットの方に来ていただければと思います。ディスコードですね。うん、ディスコードでお願いします。はい、もしディスコードつなげられないとかであれば、チャット上で聞いていただければと思いますので。全然、はい。あ、いらっしゃいました。もちやりさん。あ、もちやです。こんにちは。いいのかちょっとわかんなかった。あ、全然行きますよ、行きますよ、大丈夫ですよ、行きますよ、お願いします、お願いします。じゃあちょっとキャラクターっていうのはあんまないんですけど、はい、カリンってどういうやつ。はい、了解です。あ、じゃあむしろなんか知りたいことがあるみたいな感じですもん、ね、あ、そうですね、あの画面端の防御手段っていうのをちょっと増やした方がいいかなと思って、なんか毎回壁に背負って、うん、なんか負けることがやっぱ多くて、うん、でなんかやっぱ切り返そうとしてなんか変に攻撃を振ったやつがカウンターになって、うん、そこから負けてスタンしてみたいなことがすごい多くなるんで、そうですね、じゃあ、まあ、対戦するんじゃなくて、じゃあ今回はその画面端の攻防を教えますね。じゃあ、あ、そうですね、すみません、うん、お願いします。これね、結構 あります、画面端の、やり方っていうのは、はい、これみんな知りたいですね、うん、まあ画面中央でも結構一緒なんですけど、打撃をコンボ食らった後は暴れちゃダメ。あ、はい、投げ食らった後は暴れていい、うん、シンプルっていうのがあるんですよね。これ、あ、はい、分かります？
理由。おそらくなんですけど、多分投げた後距離が離れて、うん、そこから詰めるときに前捨てとかだと確か前捨て下側が不利になるかなと。あ、まあそうですね、似たような感じですね。投げの後受け身取ってなんかパンチとか押してもらっていいですか。あ、了解です。投げの後は投げれないんですよ、うん、あ、はい。けどじゃあもう一回受け身取って暴れてもらっていいですか。はい、まあこの後で打撃の後は投げが重なるんですよ、はい、で格闘ゲームって打撃と投げの二択だっていう考え方がまずあるじゃないですか、うん、はい、でコンボの後はその二択がちゃんと二択なんですよ、うん、置き攻めがつくってこと。暴れると投げにも打撃にも負けるんですよ。あ、コンボの後に暴れると打撃と投げ両方とも負ける、はい、けど投げを食らった後に暴れると投げに勝てるんですよね。けど打撃には負けるんですよ。打撃には負けるんだけど、そうそう、打撃には負けるんだけど投げには負け、勝てるっていう読み合いに変わるんですよ。あー、なるほど。だから暴れるなら投げを食らった後の方が良かったりするんですよね。はい、うん、なんで例えばこうコンボ食らえます、はい、で一回投げ食らえます、うん、次に暴れます。あ、こっちの方が、ね、読み合いとして強いんですよ。確かに一つ潰れてるっていうことですよね。投げの後は投げが来ないから。いや、めちゃめちゃ来ます。来るんですけど、そのじゃ画面端もこれは投げと打撃の二択なんですよ。じゃあ暴れてもらっていいですか、はい。これ食らう。ああ、だから暴れると打撃に負けるんですよ。はい、だから投げの後は打撃と投げの二択ってのは一緒なんですけど、うん、暴れた時は投げに勝てるっていうのが違うところなんですよ。あ、なるほど。コンボした後は打撃も投げも両方ともに勝てないんですけど、投げの後だけは暴れれば投げに勝てるんですよ。ああ、なるほど、うん、だから読み合いがちょっと変わってるよっていう感じで、一つだけ勝ちパターンが一つ増える。そうそうなんですよ、うん、だから暴れた方がいいってわけじゃないですよ。なるほど。なんでかっていうと打撃に分けるから。あ、打撃には負けるんで間違いなく、まあ、今ちょっと俺下手だったんですけど、画面端でコンボして、コンボで倒れた後と投げで倒れた後の暴れるかどうかっていうことですね。そうそうそう、そうですね、にその、うん、実はこういう差がありますよっていうのがあります、うんうん、同じダウンでもちょっと違うんだぞっていう、うん、そうですね、はい、でまずそれが結構前提で、もう一個すごい強い受け方なんですけど、投げ食らった後にマイジャンプ、投げ食らった後にマイジャンプ、これめちゃくちゃ強いです、あ、ちょっといっぱい殴ってもらっていいですか。大攻撃で間に合うかな。間に合う間に合う。怪しい。ああ、全然全然。すいません。俺、遅かったです。で、画面端、マイジャンプ、めちゃめちゃ偉いんですよね。うんうんうん、ああ。実は垂直ジャンプとかバックジャンプっていうのが弱いんですよ。うん。うん、ああ、垂直はたまにやっちゃうかもしれない。あ、じゃあ、押してもらっていいですか、この。画面端は本当に垂直 NG っす。NG、てか前ジャンプ一択っすね。ああ、じゃあじゃあこの、まあ、投げ食らった後じゃなくてもいいと思うんですけど、こうダウンした後に前ジャンプしてもらっていいですか。ダウンした後前ジャンプでこうなるんですよ、うん、じゃあ垂直してもらっていいですか。はい、もう一回なんですよね。ああ、これよくあります、ね、まずこれなんですよ、うん、なんでそのでこれまだ狩りにマシかもしれないですけど、ミカとかだったら表裏かけられたりするんで、挙句ああなんで絶対にその前じゃで前ジャンプすればリスクないんですよね。ああ、なるほど。うん、なんで、ああ全然、まあ、とにかく落ちるかもしれないですけど、うん、今こう画面端入れ替わったじゃないですか、うん、これ、はい、必要経費でもう大丈夫です。超でかいですよね。もう価値が超高いです。そうですね。ここからまあ、ワンコンボなんとかいければ、うん、まあ、一応勝ち止めが見えてくる。そうなんですよ、うん、で画面端ってなんかマイナスしかないっていうイメージあるじゃないですか、う
はい、けど逆に期待値がめちゃめちゃ高い状態でもあるんですよね。例えば、はい、マイステップ後ろ投げやってもらっていいですか。入れ替わったこの状態なんですよ。強い。あー、なるほど。これこの世界線があるのがこの状況なんですよ。あー、はい。なんで実は画面端っていうのはマイナスだけじゃなくて期待値も乗っかっちゃってるっていう。うん。でこう相手が寄ってくるなと思ったら前ジャンプしてもらっていいですか。はい、入れ替わった。この状況ってやっぱすごく強い。そのなんだろう、自分が画面端から逆にこう相手を画面端に追い込むってなってるじゃないですか。はい。なんで、画面端にいるときはこれを狙うんですよね、前提として。うん。ああ、入れ替えを、入れ替える選択肢をやることがやっぱすごく強いんですよ。はい。なんでじゃあどうやって入れ替えるかっていうのを持つことが重要ですよね。うん、ああ、確かに。はい。なんで例えばこうねジュリって前ステップ長いんですよね。長いですね。はい、なんで画面端に到達する前にマイステップ後ろ投げ狙うとかもめちゃめちゃありですね。ああ、なるほど。画面端に到達こだわって、例えばここってジュリのマイステップが強くないですよ、うん、だってもうどうせいけるから、多分こういう距離の方が偉いですよね、うん、このマイステップ後ろ投げがギリギリ届く距離が強いんですよね。そこマイステップ後ろ投げ、あ、届きそうですよね。だから今の距離すごくいいんですよ。特にジュリの利点としては相手のマイステップ投げは届かないんだけど、ジュリのマイステップ投げが届く距離ってもう一番いいんですよ、ね、うん。ああ、これ届くか。カリも長いか。まあ、こう、あ、届かないんだけど、けど逆にこれジュリやってもらっていいですか。ジュリは届く。届く。ああ、なるほど。なんで、なこうやってみると、ここの前に一回ステップ後ろ投げを仕掛けに行っちゃうとかは全然ありですよね。うん、俺だったらもう割と一回こう危ないなと思って、あ、殴ってもらっていいですか。あ、いいです。はい、ああ大丈夫です。なんだろう、風波とかを溜めたりして下がるふりしてステップ後ろ投げ狙っちゃうと。あ、強い。あ、強そう。で、そう、でそうするとまたこういけるみたいな感じなんで、画面端って前提としてはきついんですよ、うん、はい。なんでどうやったら画面端から逃げれるかっていうのをやることが大切です。あー、なるほど。うん、前ステップもすごくいいですね。前ステ後ろ投げとか、うん、前ジャンプ、前ジャンプいいですね。じゃあさっき投げ、もう一回歩き投げやるんでちょっと暴れてもらうんですけど、うん、はい、これ中攻撃で暴れても大丈夫です。うーん、ほら、あ、中も大丈夫。これね、さくらとかはダメだったりするんですよ。これだキャラによって違うんですよね、また状況が。足の速さによるんですね。けど基本的に中攻撃で暴れても大丈夫です。あ、はい。ちょっと待ってしゃがみコパン打てます。打ってもらっていいですか。ちょっと待ってしゃがみコパン、これには勝つんだけど、あい、お、あ、できてるかもしれない。あ、なるほど。打撃はあい、できてるかもしれない。あ、これがファジーガードなんですよ。なるほど。あ、これがそういうやつなんですか。今そうやったと思うんですけど、ダイパンをガードしたじゃないですか。はい、けど投げにはしゃがみコパン出たじゃないですか。出ました。あのタイミングで暴れると超強いです。うーん、あー、これ今のが俗に言うファジー打撃ってやつなんですよ。ああ、これ松也さん勝った方がいい。これは松也さんが勝った方が、あ、まあどっちしろもう終わりっていうか、うん。あ、すいません、どうぞ。はい、あ、これ今コパンで暴れましたけど、これがもう中でもいい。弱の方がいいです。その場合はファジーで打つときは弱攻撃の方がいいっていうか、発生が一番早いやつの方がいいです。うん、あ、ってことはタチコパンとかになってますの方がいいですね。あ、なるほどです。ただこれ例えば3フレと4フレってあるじゃないですか。あります。で3フレの方が偉いって思うじゃないですか。はい。けど実はもう一個要素があって、しゃがんでるじゃないですか。はい。でじゃあ3フレ打とうと思って立って3フレ打つんですよ。それ実は3フレ出てないんですよね。はい、しゃがんだ状態から立って3フレ打ってるんで、なるほど。実は結構遅くなってたりするんですよ。タッチ状態を経由してるからニュートラルっていうか、そのすぐに出てない。あ、そうなんですよ。だからよくある、うん、あ、なんかステップが来たから一番早い技を打とうっていうのは実はトラップで、その立ってる状態で立ってる一番速い技を打った方がいいんですよね。うん、しゃがんでる状態でしゃがんで一番速い技を打った方がいいです。うん、
なるほど。なんで、まあ、それは気づかなかったです。そうなんですよ。結構そのこの技が来たら早い技を打とうと思ってる人はいるんですけど、それ結構間違いですね。あ、来る前に立っとくとかはありけ ど、 下山が存在するんでやっぱしゃがんでる方がいいんですよね。そうです。だから、基本的にはみんな、どのキャラあの3フレの立ち技で4フレのしゃがみ技の 小技がのキャラクター、まあポイズンとかそうなんですけど、うん、俺はしゃがみコパン打っちゃってます。しゃがんだ状態から立ちパンで3フレ打つよりは、うん、俺はしゃがんだ状態から4フレ打った方が、早いと思ってるんで、うん、そっちをチョイスしてます。なるほど、まあみたいな感じで、はい。けど画面端の座ってタイミングで技を打つとか、打撃を食らった後は基本的にはなんだろう、暴れないみたいな。まあ無敵打つのとかは全然いいと思うんですけど、はい、一回投げ食らった後に暴れた方がいいですよっていう話でございます。あと前ジャンプしたりとか、まあ、画面端に到達する前に投げてくださいみたいな。了解です。はい、そういうの頑張ってください。ありがとうございました。はい、助かりました。ありがとうございます。選手失礼します。はい、はい、画面端のコンボ食らってダウンした後、うん、その暴れない方がいいってことじゃないですか。もう投げは食らう、ガードだけするっていう感じですかね。まあそうなんですけど、うん、まあ無敵とかあったりするんで、はい、あとオクラス打撃とかあるから、うん、暴れちゃダメってわけじゃないんですよ。難しいところですね、うん、ただ、うん、打撃を食らった後に暴れると、はい、打撃と投げ両方に負けるんですよ、うん、けど投げ食らった後に暴れると、はい、投げには勝つ、はい、けど打撃には負けるって、うん、もう全然違うんですよ。全然違いますね、うん、なんでそこを理解して、はい、やるかどうかだけです、うん、だからそのまあじゃんけんなんで、はい、まあ別に何だろう、これやっちゃダメですよ、うん、これがいいですよって話ではなくて、うん、読み合いとしてこっちの方がしやすいですよって。打撃食らった後のダウンした後は前ジャンプも技重ねられたら負けるんで、ダメですね。そう、うん、投げに勝てるんで全然ありです、うん、ありなんですね、うん、全然ありです、うん、特に無敵持ってるキャラとかはもう相当ありってこと、はい、ありですね。よし、じゃあ次の方、はい、ジープさんですね、うん、ジープさんよろしければ、はい、自己研の配信で音声ありチャットの方に来ていただければと思います。アフロさんいらっしゃいました。アフロさんが、これジープさんがアフロさん、あ、もしもし、声大丈夫ですか。あ、大丈夫です、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあどんなキャラがお好みで。キャミーか、うん、ミカどっちかで。お、まあじゃあミカにしましょうか。あ、じゃあお願いします。はい、なんかダッシュ力のあるキャラのどう対処すればいいかなって。なるほど。まあキャラクターごとにすごい色ですね。なんかね。本当だ。動く石像みたいな感じのなんか。配信2番ちょっと小さいみたいなんですけど、ちょっと待ってくださいね。はい、あげます。はい、ちょっとあげます。はい、ありがとうございます。はい、まあじゃあちょっと再生してみましょうか。うん、これなんかね。おお、ま。これとかはね、もう。うわ、痛い。前。うまっ。あ、かかったか。いいですね。すみませんね。取る。おお、でかい。でかいですね。おお。これは、やばいし。うん。いや、さすがに、うん、あ、でも、ジープさん強いですね。うん、この組み合わせとかもね、うん、もう、行くしかねえって感じで突っ込んでくるんだよね。出ちゃった。ああ、
俺のマイクは変なところで当たっちゃいました。なるほど。ラッシュ力。ラッシュ力ですね。要するにそれって勝ってる時にまくられちゃうって話っすよね。ああまあそうっすね。体力リード取って待ってる時に結構こう一回攻め取っちゃってそこからどう守ろうかなっていうのが。なるほど。なんだろうな。結構俺がよくやるやり方なんですけど。ものすごい体力がリードしてた場合に、どう負けないかっていうやり方なんですけど、すごく重要なのはスタンしないこと。スタンしない。はい。スタンすると負けるんですよね。読み合いの数が単純に1回減るとか2回減るんで、スタンしないのが重要なんですよね。で、その時に、やることは早め V リバするとめちゃめちゃ変わりますね。よくあるのがスタンチが溜まってから V リバするってやり方あると思うんですけど、例えばこれ今この状態でもう V リバしちゃいます俺だったらガードして。ああ本当ですか。でこれをすることによってめちゃめちゃ知らなくなります。ああなるほど。要するにラッシュっていうのも読み合いなんですよ。はい。でスタンまで持っていくと読み合いの回数が減るんですよ。うん。なんでまずは V リバとか吐くことによってその読み合いの回数を減らすことができるんで、あ、まあ、もっと言うと残機目線で言うと増やすことができるんで、はい、生き残る確率が上がります。なるほど。あ、なるほど。でしかも試合も途切れる、うん、まあ一旦流れをそう途切れるんで、はい、で、まあ、残機ってすごくガードが硬いっていうか、なんだろう、立ち回りが強いキャラじゃないですか、はい、で特性ってトリガーの特性としてトリガーっていうのは逆転アイテムです、はいはい、で V レバっていうのは勝率を上げるものなんですよね。あ、で体力が少ない相手にトリガーって打つ理由がないんですよ。ああまあそうっすね、うん、ガードで V リバとか入ってた方がまあ無難に。そうですね。体力が例えば1のやつにトリガー打つ理由ないですよね。あ、はい、ってことは懺悔の体力が7割あります、ミカの体力が3割ありますってなった時に、はい、もうトリガー打つ意味ないんですよ。ああなるほど。なんでスタンチがもう3割とかあったらもう V リバした、そうね、 V リバ確定じゃなくても俺は打ちます。あーなるほど。もう V リバ打ってスタンチ絶対スタンしないぞっていう V リバをの打ち方をするとよりあの死にくくなるし、ラッシュも終わりますという感じなんで、その早め V リバ、うん、はかなりいいかなと思います。うん、早め V リバ、うん。あとはそのラッシュってに対する方法のもう一個はやっぱり火力で黙らすのは偉いですね。例えばマイステップとかでこう寄ってくるじゃないですか、はい、ここにやっぱ痛いのを入れることが重要ですよね。ああ、まあヘッドバットとか、あ、そう、ヘッドバットとかいいですよね。でそうするだけでじゃあ負けたくないからリスク低い技打ったりするじゃないですか。だからしゃがみコパン打ってもらっていいですか、連打して、はい。俺マイステップってすごいリスクのある技なんですよ、はい、けどマイステップがこのダメージで終わっちゃってんですよ。ああなるほど。これだったら何俺30回ぐらいこれいけんのみたいな感じでなっちゃうんですよね。要するに残儀を殺すと、俺はラッシュを仕掛けるぞってやつに対して安いダメージっていうのは実はラッシュを止めてないんですよね、うん、ラッシュを逆にあれですかね、勢いづかせる要因になってるみたいな。あ、そうなんですよ。ああ、いいのみたいな。うん、じゃあ行くよってなっちゃうんですよ。ああ、なるほど。こう攻めてて、そっちからするとあよし止めれてるなと思ってるかもしれないですけど、実際問題あの解決にはつながってないんですよね。ああ、はいはい。なのでおそらく負けたくない時に負けたくないボタンを押してると思うんですけど。ああ、そうですね。ごまかしてる感じあります。やっぱその相手がどう来るかによってそこを変えれるかっていうのはすごく大切ですよね。だから、うん、あれしゃがみコパン？だからしゃが残儀ってしゃがみコパン、しゃがみコパンってあ繋がんなくなったのが超弱いポイントなんですよね。あ、前はむしろ繋がってたっていう話ですか。あ、そうです。コパコパダブラリがいけたんですよね。あ、まあ今カウンターでしか。そうそう、うん。だからめちゃめちゃ変わってるんですよね。あ、そうなんですよね。
だからそのしゃがみチューパーを置くとかは結構ありかもしれないですよね。ああ、だこれがあるんで、マイダイパンだとちょっとリスク高いなと思ったらしゃがみチューパンを置いたりしてみたいな。ああ、なるほど。あと立ちチューパン置くとかもあるですよね。近かったら立ちジャッケとか入ったりするんで。あれ、あれ当たんなかったっけ。当たんねえか。カウンターですかね、これは。当たんねえか。ああ、当たんねえか。まあそうっすね。まあみたいな感じで、やっぱ火力で黙らすのはやっぱすごく大切っすね。あ、そうなんで、例えばこうラッシュとかあるじゃないですか。こういう時に EX スクリューで暴れるの超ありっす。あ、やっぱこれ投げ無敵なんですよ。まあ、これでそっちのタクをちょっと減らすみたいな感じですかね。そう、あと火力とかで、相手を倒さないとラッシュって終わんないですよね。まあそうですね。なんで、まずは相手を倒そうと思わないといけないです。あの死なない立ち回りっていうのは基本的に死にます。あ、なるほど。ストフォーは結構それでが許されたゲームなんですよ。はい、あの死なない選択肢がすごく強いゲームだったんですけど、スト5は、はい、死なない選択肢弱いっす、ね、弱いっていうか死にます。あ、なるほど。うん、あの受けがきついんで。なので、有利だなって思った時でもちゃんと読みと真珠したりするのは、やった方がいいなと思いますね。うん、そこはもう割り切ってやるしかないですかね。そうですね、割り切るっていうより、受けれないゲームだって思った方がいいです。ああ、もうそもそも受けれない。うん、そうっす。選択肢をもう捨てる感じですか、受けの。いや、全然捨てなくていいと思います。そんなに強い選択肢じゃないから、まあ攻めの方が。そうですね。てかそれを持ってるかどうかが重要なんですよ。あ、俺はいつでもこういう状況でも投げに行くよ、EX スクリュー打つよっていうのがものすごい防御力につながるんですよね。あ、でザンギって V リバ早いんで、打撃タク打たせて V リバするともう結構逃げれるんですよ、画面端でも。あ、なるほど。なんでやっぱ EX クリューで暴れたりとかするといいっすよね。まあこれテクニックなんですけど、実はリバサじゃない EX クリューが超強かったりもするんですよね。オクラ製ですか。そうなんですよね。でも理想は2フレとか。2フレスクリューやると最高っすよ。はいはい、マジっすか、2フレそれってその投げ狩りとかに勝つっていう話ですか。このゲームって起き上がった時に2フレ投げ無敵があるんですよ。あ、はい。だから打撃が重なってるとガードになるんですよ。ああ、そういう。で投げが重なってても2フレ投げ無敵で3フレ目から EX スクリュー打つとEX クリューが勝つんですよ。はい、ああ、なるほど。だから EX クリューってリバサで出さない方がいいんですよ、実は。ああ、ちょっと遅らせの方が逆に強いっていう。そうなんですよ、2フレ遅らせた方が絶対いいです。初めてしました、それ。だから打撃重ね、セットプレーとかで打撃重ねはガードになるんですよ。ああ、なるほど。だからザンギには打撃重ねない方がいいんですよ。その3フレ目に、打撃重ねるようにすればどうせあの 2択になるんで、一応そっちの方が、いいと。で残機側も実はリバサじゃない方が実はいい。あ、なるほど。ただ重ねないで打撃を打つと、あの打撃アーマー の, あの投げあるじゃないですか。 あれがあるんですよ。あ、っていうような読み合いが実はなってるっていうのも残機側で思っとくといいかもしれないですね。あ、奥深いっすね。奥深い、しかもむずい、なんならむずいっていうのもあるんで、まあ、まあ今日言ったら、まあそうですね、あの早め、あの体力超リードしてて相手の体力少ないときは、あの超早め V リバーやってみると、まあちょっと変わるかなと思うんで、はい、頑張ってください。はい、了解です。ありがとうございま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 した。ありがとうございました。ありがとうございます。深いですね。そう、1フレ投げ無敵っていうのがね、そういう属性があるんですよね。なるほど。2フレ。要するに投げ無敵の間に投げ無敵使う意味ないんですよ。そうですね。その間ガードした方がいいんですよ。そうですね。ザンギさんとは結構そうなんですよ。スクリュー打つとき、リバサじゃなく打ってんですよ。ちょっとハッツらしいですね。最悪通常投げて食らってもいいんですよ。うんうん、理由としてはさっき話したから。はい、その画面端は打撃じゃなくて投げ食らっていいんですよ。だからめっちゃ遅らせてスクリュー打つんですよ。もうラッシュ止まりますもんね、別に投げ食らっても。そう、投げが来たら別にいいし、ただ相手がそのシミとかめちゃめちゃ遅らせ投げしてきたらスクル出るようにするんですよ。なるほど。それがすごい強いタクだったりするんですよ。残儀使いがまた強くなってしまいましたけどね。これ残儀使いじゃないのに多いですからね、残儀使い。あ、じゃあ次の方どうぞ。アイメイ
さん、はい、アイメイさん、よろしければ自己研のチャットの方に来ていただければ。あ、いらっしゃいましたね。こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあなんかやってほしいキャラとか知りたいキャラとかありましたら、あのガイルが勝率 20% とかで勝てるようになりたい。なるほど。ガイルですよね。あれ、 お子さんが今、あー、はい、あー、うちも今横に、あー、もう全然うちも多分こういう世界になるんだろうなって今思ってむしろアドバイスをもらいたいまであるなと思ってる。ガイル 20% です。ちょっと戦ってみましょうか。はい、お願いします。お子さん育てながらスト5やるのって結構問題ないですか？なんかその、いや結構大変ですね。結構大変なんですよ。いや俺もバンバンやろうかな。アゲコンを触りたがるんで。ああ、でアゲコンいっぱいあるんで大丈夫ですね。アゲコンちょっといっぱい、あのアゲコン触りたがるんだ。あのヤスさんに頼んで、あのいっぱい光らす感じすればそっち触るんじゃないかな。じゃあちょっと対戦しまーす。いや長いる。お母さん、ソニックブームだけでやられちゃうよ。あ、いいっすね。応援してる。これ、この動きなんですよね。出た。さっき言ってた。うん、そうですね。画面端は実は期待値がある。あ、でもいいっすね。起動全然。おお、でかい。さらばです。もういいっすね。できる。やっ、うまっ。やっとんやん。うえぇ。あ、いって。ん？あるか。あー、痛い。うん。ええ。いや、全然、ちゃんと。うん。かなりちゃんと やれてるっていう、はい、ちょっと本当ですか、うん、強いガイルとやってるとか。強いガイル、おお、偉い。わ、これはね、ハッピー作りなんですよね。あと、あのハッピーの作り方、これがいいできるんですよね。ハッピーの作り方、相手の方、あの打撃をガードした後にソニックブームがハッピーソニックなんですよ。ああ、これが結構きつい多分理由なんですよ。ヒットバックするってことですよね。ハッピーハッピーこれ結構強すぎる。ハッピー、はい、ハッピーだ。もっとリスクが少ないんですよ。なるほど。大攻撃ガードはハッピーなんだ。そうなんですよ。これきつい多分理由なんですよね。だからこれポイズンも一緒なんですよ。そうなんです、ね、ポイズンもムチ打った後にソニックブーム打たれるとハッピーソニックなんですよ、うん、なるほど。でその、まあ、ハッピーソニックって知ってますわかんないですよ。ハッピーソニックっていうあのハッピーソニックっていう言葉があるんですけど、あの、はい、前ジャンプしても飛びがかからないソニックブームのことをハッピーソニックっていうんですね、うんうん、で、はい、じゃあ、ソニックブームガードした後に前ジャンプしてもらっていいですか。はい、ガードした後にこれ今前ジャンプ確定してないと思うんですよ。これジャンプ攻撃、これリスクがないソニックブームうんうん、なんこれをまあ通称うちではハッピーソニックって言っててでこれをハッピーソニックをどんだけ打たせないかっていうのがガイル戦なんですよ、うんうん、じゃあこれ今のハッピーソニックかどうかわかります？えぇ、待ってください、ね、これハッピーソニックじゃないですよ。あ、じゃない。えぇ、あ、今のハッピーソニックですよ。ほうほうほう、これハッピーソニックじゃない。今これ確定してるじゃないですか。これハッピーソニックです。違いが分からない。これが、分かんないんすよね、これ分かんないですよね。これがガイル戦で超重要なことで。これなんですよ。強ソニックと弱ソニックで、ガイルの有利不利が変わるんですよね。例えばこういう距離で、これ弱ソニックなんですよ。弱ソニックガードした後は前ジャンプしちゃダメです。はい。なぜかというと、マイジャンプしても、こうサマーとかガードが間に合っちゃうから。
要するにリスクのないソニックムーンが打てちゃう。逆に強ソニック打った後は、うん、あのリスクの次のソニックブームはリスクがあるんですよ。隠るんですよね。確定しちゃうんですよ飛びが。あ、なるほど。なんでなんだろう、まあ、まあそれ、まあそういうことがありますよという。うんうん。じゃあジャックソニックずっと打ってればいいじゃんってなるじゃないですか。はい。でジャックソニックやっぱ垂直するといいんですよね。ジャックソニックはマイジャンプじゃないですよ。これ今ジャックソニックなんで、ジャックソニック来ると思ったら垂直するとあだあだあだ、次のソニックはリスクがあるんですよ。垂直した後に、垂直した後に次打つソニックブームはリスクがあるんで、あのマイジャンプした方がいいですね。で、あのガードの前にマイジャンプですね。これかわいいな。で、こうそうですね、こうやって確定するんで、ジャックソニックいっぱい打ってくる相手に対しては、はい、垂直ジャンプするとよかったりします。あとあれいいんですよ、あの溜めた方がいいですよ基本的に。あの溜めて、あの 手を溜めて、で、あのこれ来たら下の球とか打つと、これはすごい対策だと思いますね。多分球口に対してはあのずっとこうやった方が俺いいんじゃないかなと思いますけど、ね、すげえ強え。あとマイジャンプもすごく有効なんで、その例えばジャックソニックガードした後にマイジャンプして、ねバイバイ ねソニックバスに入ってきました。でそれができるという。でファルケね、多分ちょっと優遇されてる要素があって、溜めといて強ソニックだった場合はマイジャンプしてジャンプ攻撃を打ちに行っちゃう。でもしジャックソニックをガードだったらマイジャンプして、はい、とりあえずマイジャンプまで入れ込んじゃってもいいかもしれないです。でマイジャックソニックだったのにマイジャンプしちゃったと思ったら、あの球ボーンって打てばリスク超少ないんで、あ空中で、そうですね。あ、なるほど。へえ、そうかっていうようなのもできるはず。これ競争に。これはサマーで落とせない。ああ難しい。ね、これはね慣れですね。じゃあじゃあこれどっちのソニックでしょう。これどっち。直。今日。直。今日。弱。ああ、そうそう、合ってます。よかった。合ってます。まあ、みたいな感じで、はい、そう、これはね、多分慣れなんですよね。で弱を判断して、そう、垂直とかは結構むずいんですけど、はい、ガードした後にマイジャンプするかどうかは結構いけるんですよね。うん、今のはどっちか分かりました？分かんなかった。それは強だった。いや、ジャックっすね。ジャックしか打ってないっすね。え、ジャックそうなんすよ。でガイルの強さってここなんすよね。今の今日っす。で今の今日打ったんで、今日の時はそれ放たなくて、あのジャンプ攻撃打っちゃっても結構ありっすね。でこれ確定するんで、ただジャックの場合は確定しないんで、マイジャンプしちゃった時にそう打つと、あの、うん、割と釣りやすいのかなって。この結構変わるかもしれないなって今思いましたね、うん、なるほど。あとやっぱそのファルケってレアキャラだと思うんで、うん、そのどんだけオカランゴリするかっていうのは、はい、まあすごく大切だと思うんですね、うんうんうん、なんでまあこう下のあの球を打ったりとかするのはありですね。だマイダイパンって超強いじゃないですか。強い。はい。けどガイル戦は多分怪しいっす。あ、理由としてはガードを待ってソニックブーム打てばいいから、うん、うんうん、マイデーパン来た、じゃソニックブーム打ち返しますで、もうファルケのその良さがなくなっちゃうんですよね。マイデーパンがすごい強いのに、逆にマイデーパンを起点とした相手が攻めてきたんですよね。とかもあるんで、まあ、ああやってためながら戦うのは割といいのかもしれないですね。わかりました、はい。ちょっとやってみていただけると変わるのかなと思います。はいはいはい、ありがとうございます。頑張ってください。参考になりました、はい、ありがとうございました、はい、失礼します。たばーいう音が今後鳴るんでしょ う、はい、そうですね、皆さんの配信もちょっと楽しみにね。わぶわぶと、はい、すごい世界戦ですよね。
けどやっぱできる、うん、ねえアゲコン触りたくなるねえ、うん、0歳で勝利だとこれやっちゃいますもんピューラ賞俺多分触らせますもんこれいいよって、うん、押して押してみってあいいですね、うん、やりましょうか、うん、次は、キャロットさんですね、うん、キャロット08323よろしければ、自己嫌悪のディスコード配信台音声ありの方に入ってきていただければと思います。私ママさんがストリートファイターやる時代ってなんか別にすごいレアだなとも思わないですもんね、うん、あね、うん、確かに割といるじゃんっていう、うん、あすいません、あよろしくお願いします。じゃあ、ママさん聞こえてます。あ、聞こえてます。あ、はい、大丈夫です。聞こえてますよ。すいません。はい。じゃあ、ちょっと初めてだったんで。ああ、全然全然、もうなんかもう、本当に実感みたいな感じで、ね、あの、話せればいいなと思ってます。じゃあ、何か、あの、知りたいことっていうか、キャラクターとかありましたら。ちょっと、竜でお願いしたいんですけど、はい。今、あの、竜っていうのは、竜って言っても、弾じゃなくて、あの、当て身系の技苦手なんですよ。ああ、なるほど。不罰とか。それでちょっと、そう、そうです。振ったから不罰、ちょっとお願いしたいんですけど。ああ、了解です。まあ、嫌ですよね、ララとかだとね。そうですね。入りは心眼か心眼だな、はい。まあ、そう、まあど、まあ、スキルはどっちでもいいんですけど。うん、そうですね。はい。やっぱこう、やっぱ不罰発動された時にもうどうしようかなこれみたいな、まあ、不罰ちょっと強くなりましたから、あじゃあまあ対戦というかじゃあそこの対処の方を教えましょうか。じゃあちょっと殴ってもらっていいですか。はい、あ適当にあのトリガーを貯めたいなと思って。あはい、じゃあこれ貯まりましたって。じゃあ不罰発動します、はい、でまず前提として、はい、今この状況ってあるじゃないですか。考え方があるんですけど、はい、何もしなかったら竜が不利です。はい、理由としては、ゲージが消費してるから、もう3分の1、ね、だから竜側はアクションを起こさないといけないっていう。だからトリガー入ってる時は別に、アクションを起こさなくても大丈夫です、うん、今こう減ってるんで、で、はい、よく起きることだとまずそれが前提としてあります、うん、じゃあ何が起きるかって言ったら、はい、マイジャンプするじゃないですか。マイジャンプ攻撃打ってもらっていいですか。はい、でこれが多分めちゃめちゃ食らってると思うんですよ。そうですね、そうなんですよね。でこれは、マイジャンプして、じゃあ、もう一回マイジャンプ攻撃言ってもらっていいですか。まあ要するにこれと一緒だと思うんですけど、うん、はい、これの対処の方法は着地して投げっていうのが、あ、まあはい、一番丸いっすね、うん、じゃあもう一回やってもらっていいですか。で投げ、はい、でこれを抜けない抜けるとっていうのがすごい重要ですよね。はい、うん、じゃあどうぞ何回も、あ、ダメです、あ、そうそう、だけです、はい、ちゃんと取られた、いや、で、着地して投げですね。はい、これ慣れないとやれないんですよね、うん、ジャンプ攻撃出さないで着地ってすげえ勇気いるんです、ね、そう、あんまやんない選択肢かもしれないですけど、そう、不罰中にはまあ割とありなのかなっていう。そうですね、これができるかどうかですね、うん、あ、はい、まあ、ただやっぱりあんまり、まあ、飛ばなくてもいいのかなと俺思っちゃうかな、うん、あ、はい、うん、で当て身系ってやっぱ基本的に強くないんですよね。へえ、なんだろう、くだらないだけですああなんだこのミニゲームはっていう。要するにミニゲームなんですよ、うんうん、けどやっぱ本編じゃないんですよね。うん、だからあんまり気にしなくて、まあ、あの気になっちゃうぐらいちょっと凶悪なんですけど、うん、まあ、はい、あんまり気にしなくても俺はいいかなとは思うぐらいで、はい、強いて言うのはさっきみたいにジャンプして投げに行くみたいなのは結構ありかなと、うん、じゃあちょっと打撃打ってもらっていいですか。またトリガーで、あ、はいはい、はい、トリガー貯めて、あと、まあ、ララとかまあよくあると思うんですけど、じゃあ、トリガー打つんで肘打った後に打撃打ってもらっていいですか。肘、あ、はい、よくある、まあ、弱エルボー、弱パンとか。はい。これ、取れません。実は。え、もう一回やってもらっていいですか。はい。これ、リバーサって出るんですけど、取れないです。取れてない。しゃがみ腰打ってもらっていいですか。あ、肘の後に。はい。これ、取れます。
だ実はこれちょっとフレームの話で難しいんですけど、うん、はい、プラス2から3フレ技打ったら取れないんですよ。うーん、なんでララは実は結構タチパンとか打つと取れないんです、うん、へえ。ヒット有利プラス2も結構ありそうですもんね。そうなんですよ、このスバツとかの仕様なんですけど、はい、2フレ目から取れるっていうね仕様なんですよね。カリンとかもそうなんですよ。だプラス2の状態で3フレ打つと1フレしか空いてないから、はい、まだ出ないんですよ。リバサって出るけど出ないんですよね。ああなるほど、はい、なんでじゃあもう一回いいですか。いや、あ、はい、あの取り固めて中エルボーでダウン取った後にステップタッチパン打ってもらっていいですか。はい、これは取れると思う。タッチパン取れてる。あ、ごめんなさい、タッチジャッパン、あ、これチューですね。チューですね、うん、まあ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 、うん、みたいなことをやると、はい、確かにプラス1だったか取れたかな。へー、だからね、そうそうそう、ジャックエルボーの後に大パンとか打ったりすると取られちゃうんだけど、あ、まあ、タッチパンは取られないから、はい、まあ、結構それも選択肢としてはありでやるという考え方がありますよね。で、あとやっぱりこの当て身って結構リスクがあるんですよ。スッて使うから、じゃあ、はい、肘打った後に、後ろ歩きとかしてもらっていいですか。はい、で こ, うでこれを殴る練習するといいですよね、うん、もう一回やってもらっていいですか。はい、肘打った後後ろ歩きでこれなんか、そう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 、殴れてる、もう一回いいですか。カウント扱いなんですね。で見てからできると理想です。なるほど。ダメです。ああ今ないから何もやってないです。もう一回どうぞ。はい、あ、やってない、やってないんでね。結構やんないんですよ、フードさん、こういう時。これ、あ、やってる。やってる、やってる、できてた。で、これ結構、間に合います。なるほど。うん、慣れで間に合うんで、要するに、すげえ無敵技だと思ってると思うんですよ、不罰とかも。まあ、そうですね、結構、やっぱりやられること多いんで。けど、めちゃめちゃ隙があります。うん、なんで、その隙を殴る練習すると、結果的に不罰対策になりますよね。なるほど。でもう一回肘打って、当て身したら殴ってください。はい。あ、いいですね。もうできてる。できてる。今のって結構タイミング覚えたと思うんですけど、はい、もっと遅くボタン押しても大丈夫なんですよね。はい、もうちょっと遅くですね。そうそう、今のでも間に合ってるんですけど、はい、こういう時に自信つくやり方としては、え、こんなに遅くても確定してんのって分かると、そのいいんですよね。はい、ただもう一回いいですか。はい、あ、いいですね、いいですね。あ、もう超超いい感じです。慣れてきましたね、うん、じゃあまあまあ、じゃあこれで同じ状態で本番戦リスクが高まるやつですね、はい、これは普通にあ、いつも通りとかじゃなくて、もうさっきの、あ、いい、さっきのやつでいいですよ。はい、まあ、やっぱちょっと焦りが見える。あ、できてる。あ、できましたね。なんか変わんないですもんね。全然余裕で、できてる。持ってるとこれマイダイパンとかで殴れたりするんで、マイダイダイとかやったらもうやばいっすよね。まあけど、まあこれですね、うん、立ち中よりなんかしゃがみ中パンとかの方がいいかもしれないですけどね。ああ、はい、あのリーチが長いんで、しゃがみ中の方がタッチ中パンってやっぱリーチ短いんで届かなかったりすると思うんですよね。なんで、まあ、しゃがみ中パン打てるといいのかなっていうふうには思います。まあ今みたいな感じに、その嫌な技に対してはリスクを与えるっていうやり方がいいです。あ、今回不罰に対してはまあそのっていう話なだけであって、これ不罰関係なくて全部そうなんですよね、はい、嫌な技に対してはどうやってリスクを与えるかっていうのを練習すると、それがキャラクター対策になってこう勝率は上がります。あれ不罰絡まった時はクラカンカウンター1つ、ね、カウンター1つ、ね、クラカン技だとふって見えたら大キックを押してもらっていいですか。これこうなるんですよね。あ、で俺あのいつかふってやるんで、いつかおー、これでも間に合ってます。こんな遅くていいんですね。そう、思ったよりも間に合うんですよ、うん、確かに。
そう。ああ、無理だ。これで間に合うんだ。へえ、完全に終わったと思ってます。ね、ですよね。間に合っちゃうんだな、これ。わあ、間に合っちゃう。今まで間に合うんですか。間に合っちゃうんですよ。嘘みたい。だ、要するにここの認識を持つのが重要なんですよね。うん、なるほど。めちゃくちゃ間に合いますね。そうそうなんですよ。じゃあ、トリガー中も一緒ですよ。不罰マンですから。あっ、いや、届くな。はい。おい、こんな遅いんだ。一緒ですよね。はい。そうですね。なんで、これで結構自信つくと思うんですよ。よし、じゃあ、不罰怖いなって、立ち回り怖いなとおかしいんですけど、じゃあ、プレッシャーだけかけて、こう待つみたいな。あ、まあ、よく置き攻めとかで、まあ、こう待ったりすると不罰来るか来たらバーンと押すと、あ、はい、ダメ、私それもうやってますみたいな。あ、それがやっぱキャラクター対策で、まあ、勝率の高い、まあ、なんだろう、まあ、練習だったりするんですよね。はい、うん、しかもできてましたしね。できてる、できてる。いや、やっぱそのやるかどうかなんですよね。はあ、その認識をちゃんと自分で持てるかっていうのは、うんうん、はあ、今は打たれたい放題だった技に対して、うん、そうじゃないっていう認識を持ってたと思うんで、うん、まあ、それはすごい勝率は変わると思いますね。そうですね、うん、なんかもう不罰使う人いなくなるんじゃないかってぐらい、ああ、いう、はあ、すぐできてる、慣れたらすごい。だからもう戦ってる最中でもう、わーい、もう殴られる、下もいっちゃう、なんだ下もできちゃう。あ、できちゃってる、すごい。まあ、当然ね、これだけ待ったら勝てるわけじゃないんですけど、結構その、格ゲーで重要なのは、はい、1点だけ見てたらできるかどうかっていうのを自分の中で持ってることが重要なんですよ。うん、例えば、俺当て見したら台球打ってください。で、前ジャンプしたら対空してください。やりますか。はい、はい、あ、引き中盤でいいですよ、引き中盤で。あ、はい、あ、まあ、はい、中盤でもいいんですけど、中盤結構化けること多くてあんまり出せてないんですよね。ああ、そうなんですか。なんで？だいたいしゃがんでってなんかこう動いてたりするじゃないですか。しゃがみ中盤とかなっちゃう。動いてるとこの前中盤、竜巻だと出るんですよ、クラップが。ああ、なるほど。基本しゃがんでるときって1に入れてないですか？ 1 ってか、斜め後ろ下に入れてませんか？そうですね、入れてますね。あんまり下って入れないんですよね、下座打つ以外の時って。あ、はい、おそらく下にちょっと入りすぎてるのかもしれないですよね。おっとっとか。ああ、全然。出ちゃった。はい。うん、基本その、斜め後ろ下っていうコマンドを維持することが重要ですよね。はい、そうすれば漏れにくいのかなと思います。波動強パン打つのってすごく大切で強いんでできるといいんですけど、はい、ララの引き中パンすごく性能が高いんで、はい、打てた方がいいなとは思いますね。はい、うん、なんで化ける時に、化ける理由を理解してた方がいいですね。はい、で化ける理由は本来は斜め後ろ下でいいのに下に入っちゃってるってことですね。はい、うん、なんでその下に入れてるっていうのをなるべくやめるといいです。ああ、ララニュートラルでいいのか。はい、ああ、じゃあ、あ、そうか、ニュートラルでいいのか。じゃあレバーを後ろに入れなきゃいいですね。もっと簡単ですね。ああ、はい。例えばしゃがんでて、クラップが出る場合は、2つミスの要素があるってことですね。はい、レバーが下に入ってるプラスレバーを後ろに入れてるっていう感じですね。ああ、はい、で相手が飛んできた時にレバーを離して中パンチを押せばクラックは漏れないですね。うん、はい、うん、なんでミスしてる要素をこう理解すると減ると思います。はい、はい、なんでちょっとそこをやっていくと今後も良くなるかなとは思います。はい、わ、はい、かりました。はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ね、もうちょっと時間あればまだまだいけそうですよね。はい、はい、じゃあ抜けますので。はい、大丈夫です。はい、はい、はい、ちょっとねお時間がすいませんね。最後ですかね、牛タンさんですね。さっきちょっと音声が、ね、はい、
悪かったでも再起動かけたんですけど、大丈夫そうですかね。もし行ければ、牛タンさん入ってきていただければと思います。もし難しければ、うん、チャットで大丈夫ですので、いかがでしょうか。そう、なんか超絶プレイみたいなのが結構言われたりするじゃないですか、うん、やってみーやと、うん、結構できるよと。そうですね。あ、牛タンさん来ました。あ、こんにちはです、よろしくお願いします。はい、聞こえます。お願いします。はい、じゃあキャラクターとかありましたら、ポイズンをお願いしたいんですけども。お、はい、了解です。どういうのが、正直ポイズンに何をしていいかが分からなくてですね、はい、うん、どう立ち回ればいいのかっていうところをちょっと教えていただきたいなと、うん、対戦してからにしますか。あ、じゃあよろしいですか。はい、こっちの方がいい。うん、キャラは何でしょう。大きですね。まあなんかポイズン戦とかダルシム戦とか、はい、なんだ、遠距離を持ってるキャラに対して何をやっていいかっていう考えもそうなんですけど、はい、やっちゃいけないことっていうのがあったりして、そこをどんだけしないかで勝率は変わるのかなっていうのが、だからそっちの方が多分対策として簡単なんですよね。まあ、じゃあちょっと多分そこも分かってないかもしれないです。そうですよね。いや、だから分かってない人もう知るほど多いですね。もう嫌ですよね、こんな。超嫌だ。ね、でもね、ライン上がってますよ。大丈夫ですよ。あ、いいっすね。ああ、またこっから。ああ。これですね。これですよね。これですよね。本当に。見たくないもの見てます。嫌だ。めっちゃ嫌だ。こんな減ってるもん。ガードして赤で削られるの嫌ですよね。必殺技ですからね。で、早めに入れ替える。これまたやられますよ、これ。超ずるい。超ずるいっすよ。これどうするんだよっていう話。任せてください。ポイズン戦は全然良くなるんで。全然もう10分あったらもうやばいです。本当に生体師ばりに体バキバキ直すんで。はい、ドクターまず、はい、読み合いがないところで食らうのがもったいないっていうのと、はい、夜組み合わせじゃないですか、これって。はい、夜組み合わせで、レバーを後ろに入れるのもないっていう感じですね。例えばこういう距離あるじゃないですか。あ、しゃがんで、はい、しゃがんで待ってもらっていいですか。こういう距離でレバーを後ろに入れることはありえないですよ、ね。レバー後ろに入れてもらっていいですか。後ろって後ろ下がりがあって、そうです。理由としては前に歩かないといけないから。はい、で、こう例えばこれちょっと食らってたじゃないですか。はい、なんで食らうかっつったらレバーを前に入れるから食らうんですよね。はい、でレバーを前に入れる時間をどんだけ減らせるかっていうのが結果的に被弾率が下がるんですよ。はい、で寄らないといけないんで、レバーを後ろに入れるとまた寄るために前レバー入れないといけないんで、やっぱレバーを後ろに入れちゃダメなんですよ。はい、よくあるのが前に寄ろうっていう考え方があるんですけど、それ逆もしかりでレバーを後ろに入れないっていう考え方も持たないといけないんですよね。はい、頑張ってやろうと思う人も結構こうやって癖でやったりするんですよ。これの動きって実は全部もったいないですよね。ああ、だってレバー後ろ入れてまた前に入れてて、その前に入れた時に食らう可能性があるんで。なるほど。じゃあどうやって寄った方がいいのかっつったら、こうやった方がいいです。ビアルキってこと。しゃがみながら寄るっす。ああ、要するにガードするときはしゃがみが、寄るときはレバー前入れるっていうやり方の方が、そのダルシムとかこういう遠距離キャラに対してはすごい有効です。割とこうやって移動するっていう人もいると思うんですけど、これよりはこういう移動仕方の方です。はい、で、キャラクターによって、そもそもこう寄り方っていうのは変わるんですけど、ポイズン戦は結構、簡単に寄り方があって、1回技をガードしたらステップするっていう、寄り方があります。じゃあしゃがみガードで待ってもらっていいですか。はい、これをガードしたら前ステップ、
っていう寄り方がすごく有効です。なるほど。はい、でまたやります、はい、ここで当たらない、やります、ここで届かない、やります、届かないみたいな感じでやるとどん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 寄られるんですよね。あ、で寄られるみたいな、寄られるみたいな。で例えばただこれしかやってないとするじゃないですか。でステップでって、はい、さっきと全然違うんですよ。世界線がもうこの体力しか減ってないのに、まあ、こういう状況になってるんですよ。でここまでいくともうできなくなるんですよね。あで、寄らないといけない組み合わせで、こうやって寄れるっていうのはまあ結構でかいんですよね。しかも一応これ打つたんびに一応マイジャンプ食らうリスクもあるんで、ガードしてからアクションを起こすっていうような、寄り方で、ポイズン戦は寄れます。これはしゃがみダイパーも一緒です。はい、しゃがんだ方がそうです。しゃがみダイパーガードしてマイステップ。ああ、マイステップ、はい、はい、これで寄るみたいな。でさっき対戦したらなんかちょっとうろうろしててこれクライマックスなんですよね。そうですね。なんでこれヒットはやっぱ結構もったいないですね。ああ、うん、でそうするとこっちもちょっと嫌がってこういう動きしたりするんですよ。あ、はい、この後はステップしない方がいいですね。あ、近いとダメなんですよね。例えばこれもこの距離でステップしちゃダメなんですよ。あ、ステップしてもらっていいですか。すいません。こうやって食らっちゃうから。はい。これを中継が届かないところがあの理想です。ああ、そうか。中。あ、じゃあもう一回。間合いですね。そうですね。なんで実はちょっと離れたところから打撃をガードした方がよりやすかったりするんです。なるほど。中距離。ちょっと離れた。そうなんですよ。中距離でガードするとステップできないんで、またあんまり寄れないんですよね。ここはちょっと面白い要素ではあります、はい、中距離だとダメで、そうです。この例えばこの距離とかだと、あ、これ大丈夫か、大丈夫なんですけど、この距離とかだとこうやって食らっちゃうから、例えばこういうの食らってコンボになって振り出しに戻るとかあるんで、ただこの距離は大丈夫なんですよ。ああ、ダイパンとかも大丈夫なんで、なるほど、うん、これすごいいい対策ですよ。あと、まずベースとしてこうやって寄りますってあるんですよ。はい、で豪気はいろんな寄り方がまだ存在してて、それは何なのかというと残空ですよね、はい、これめちゃめちゃ有効なんで、残空使った方がいいですよね。なるほど。正統派の今寄り方も教えたし、こうやって本当に荒らすような、寄り方ができるのは豪気の強みなんで、はい、基本的にこうしゃがんで待つんだけど、ジャンプ攻撃と残空で、荒らすのは、やりまくった方がいいですね。なるほど。でさらに、残空はちょっと遠目から飛ぶのは結構強いんですよね。あ、さっきみたいなこのなんだろう、しゃがみダイパンをガードの距離ですね。あ、分かりました。こういう距離からこう打つじゃないですか。なんで相手がこう技振ってたら、はい、そのままジャンプ攻撃とか打って、あ、何もしてなかったら残空にするとかやると理想っす。そういいっすね。何もしてなかったら残空で打ったらいいそうで、ああ、こう打ってたら残空しないっていうのができるとより、はい、より理想系なんですけど、なるほど、うん、だとジャンプして何もしない、スカシジャンプってやつですね。マイジャンプしてもらっていいですか。結構スカるんですよ、この残空の距離とかだと。はい。でこれを着地して中キック竜巻とかやれるといいですよ。あ、なるほど。はい、すかしジャンプ、これ、うん、そうですね。いいです、今。これ見てからやんなくていいです。あ、絶対に入れ込んでまで。入れ込んで。わかりました。あ、ジャンプ、そうですね。これ距離です。やっぱりバカ、距離ですね。うん。距離をちゃんと把握するとよくて、しゃがみ中パンは見ないで、はい、こうやって打っちゃっていいっす。あ、わかりました。で今に押し毒なんで大丈夫っす。そうっすね。うん。うん。別に届いたら届いたらいいんですよ。スカった時にちゃんとなんだろう、コンボができるかどうかっていうのがすごく重要な要素ですよね。はい。うん。まあ俺は中盤竜巻でいいかなと思っちゃいますけどね。中盤竜巻で。うん。あ、これ中継竜巻か。あ、中継、はい、はい、あ、膝っすね。立ち中継。あ、立ち中継、あ、すいません、はい、あ、そうですね。で竜巻とかやれると、で相手が
中継まで入れるんだけど、相手が何もやってなかったら膝で止めるみたいな。はい。慣れたらこれは多分簡単です。そうですね。そう、ポイズン、あ、ちょっと殴ってもらっていいですか、ちょっと。はい。そうですね、前ジャンプして、膝までは入れ込むんだけど、はい、一応相手の動いてるかどうかまで確認できると理想です。はい、なるほど、うん、そうですね、膝までは入れて大丈夫です。はい、うん、そうじゃないです、うん、いや、練習します。思ったより余裕だと思います、これ。これそんなに難しくないんで。うん、はい、うん、ダメだもっと早く膝多分打てる。あ、そうそう、今みたいな感じで。はい、そう、結構なんか見ようとするとダメっていうパターンなんですよね。もう入れ込んじゃっていいみたいな感じですね。で、はい、そう、今もちょっと見ちゃったと思うんですけど、なんかそんな気しますね。なんか癖というか、慣れてないというか。そうそうそうなんですよね。これ多分慣れなんですよ。これってこうすかし打撃っていうジャンルがあるんですよね。はい、これポイズン対策だけじゃなくて、さくらとかもう息吹とかもそうなんですけど、結構重要な、今だったらチュンリーとかもそうですね。チュンリーとかもこれ使います。はい、引き台系でチュンリーで対空するんですけど、あ、できてる。はい、いいですね。特にね、豪輝はね、これが優秀なんですよね。はい、膝がってことですね。ね、残空があるから。ああ、そっちか、うん、結構いろいろ離れたところから飛ぶのが結構許されるんですよ。はい、なんで遠目の残空、遠目のジャンプダイパーとかジャンプ台系で着地打撃とかを駆使すると、こうリーチの短い通常技対空のキャラに対して割といいと思いますね。はい、いいことが起きやすいっていう。わかりました。はい、っていう感じで、はい、5期の一応強さの魅力としては、いろんなことができるっていうのが5期の強みなんで、はい、やっぱりいろんなことができると変わるのかなとは思います。わかりました。はい、ちょっと今日、はい、教えていただいたことを練習したいと思います。ああ、頑張ってください。ちょっと、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。失礼します。はい、はい、よし、ちょっと待って、待って、はい、はい、じゃあ押して、あれを見るのかな、その自己剣の玉のやつがちょっと続きがあるので、あれ、はい、それをちょっと見てもらう、最後に、はい、はい、ちょっとどうやってしましょうかね。もしいらっしゃれば、ヘッポコ兄が聞いてれば、いらっしゃればディスコードの自己剣の方に入ってきていただければ、どこの画面を見れば、ですね、自己剣のホームページ見てもらえれば大丈夫ですね。まあ、ずっとこの玉対策っていうことでなんかやってるんですけど、毎週ヘッポコさんはですね、調べてきてくれるんですよ。それですね、はい、で、こんばんは。あ、こんばんは。まあ、安心してください、聞いてますよ。安心してください、聞いてますよ、はい、ということ で最近また新しいのをちょっと追加したんで、それも見てもらえると、はい、一応そうですね、この以下の情報は、現在整理中のところからですね、はい、これ今自己検っていうサイト、はい、さん、ありがとうございます。あ、さん、ありがとうございます。サイトがありまして、はい、まあ、自己検で検索すればまあ出てくると思うんですけど、はいはい、これはでいろんなね、こう3分クッキー、まあ、各キャラの対策とかもこういろんなのをこうやったりする、まあ、ちょっと古いんですけどね、はい、もう2019年も古いなじゃないな、ちょっとね、うん、ちょっと心が折れてちょっとやってないという
いつかやれたやつだよね、はい、あれ玉ってどこだ。ね、一回戻ってもらってで一番上にあります、ね、あ、そう、玉で玉講座編集中っていうのがあるんで、はいはい、ちょっとこれを今ちょっと充実してしていきたいなというそうですね、はい、あの感じで、まあ、配信に指導してくれってこう来られる方々の多くがですね、うん、やっぱり玉が困る、まあ、竜とか、ね、まあ、基本的にはガイルなんですけど、うん、でまあ、その玉対策をいつも、フードさんがやられてるということで、これまとめた方がいいんじゃないかと、うん、まあ、ヘッポコさんが言ってですね、実際に調べてきてくれるという、でそれをじゃあしっかりやろうということで、立ち上がった、自己研玉講座ですね、うん、竜の幸福度について調査ってもうほぼ宗教みたいなこう立ち回りですけどね、はい、でこれね、うん、やっぱり幸せの教会、そう、このヘッポコさんから送られてくるデータを見れば見るほどやっぱ深いなと思いますね、玉で、これはだから俺もあの、はい、ちょっと軽みして、はい、まあ、途中でちょっと見るのをやめたんですけど、もう幸福とかこれはちょっと説明を聞いた方がいいっていう話ですよね、はい、幸福度についての調査はまずヘッポコさんから説明いただいた方がいい、ね、そうですよね、全然わかんないですからね、はい、これヘッポコさんこれ何ですかこれはあ、それですね。まあ、要は、ハッピー波動文で書いてるんですけれども、はい、要は、大事なのは前なんですよ。そうですね、はい、うん。前で変わるよって。その数値で、まあ、トレーニングモードで、その数値の前が危ないですよ、危険ですよっていう判断ができるなるほどで調べたんですよ。それは、はい、いい目線ですね、はい、確かにそうですね、ちょっと私は分かってないんですけども、はい、それで、はい、それで球苦手な人が、はい、その数値を見てトレーニングモードで相手に竜を打たせて、なるほどなるほど、しゃがみガードした前っていうのがあのフリーフレームというか上出る出ますよね。ああ、じゃあ俺が見せましょう。いや、これ分かります、ね、いや、ヘッポコさん言ってることはむちゃくちゃ正しいです。お、むちゃくちゃ正しい、むちゃくちゃ正しい、うん、その前よりも近ければ飛んで大丈夫ですよ。その前よりも、離れていれば竜ハッピーですよっていうのが、各地でその前を認識できるかなっていう数値なんですよね。ごめんなさい、その距離をフレームに変換してるのはちょっとわからなかったんですけど、どういうことですか、ね、じゃあそれは私があの実演します、ね、実演できるということで、お願いします。これ、これってあくまでも、竜の波動拳をベースとして対、そうです、要するにジャンプってキャラによって違うんですよ。はいはい、なんで、まあ、それをこうフレームで書いてくれてるんですけど、わかるんですね、フードさんは。やっぱりとんでもない作業ですね。だってこれチュンリーとかナシとか玉キャラ全部やったらマジやばいことになります。一応そうなんですよ。あの一応ジャンプ以外でも対処できるキャラっていうのも一応載せたんですよ。うん、それ基本っていうか、まあ、ジャンプ、あ、まあ、いや基本なんでジャンプだけでいいと思いますよ。じゃあまずやりますよ。じゃあ竜対竜やりますね。10フレは幸せで9フレからは不幸せであると、はい、これ意味わかんないです。あのちょっと今のところ竜側なんで、はい、分かんないですね。相手竜側なんで10以上だとハッピー波動ってことなんですよね、うん、10プラス10以上だとハッピー波動になる、うん、そこで距離が、はい、あの判断できますよ。あ、はい、でそれは全部あのしゃがみガードしてるんですよ。はいはい、了解です。じゃあ、あの基本的にまた別のデータを送ってまして、弾は必ず立ちガードよりもしゃがみガードした方がいいっていうのがその別の送った数値のデータでもう分かる、うん、はい、そうそう、それも後でね、マイナス6、はい、あ、ごめんなさい、はい、マイナス6、これでマイナス、はい、マイナス、マイナス6、距離によって波動拳ってのは変わる。これマイナス6、まだお前プラス1、マイナス6でマイジャンプするとプラス4、いい波動にはならないんです。あ、そういうこと。プラス7、なるほど、プラス7、プラス7も危険です。あ、これこれこれ、え、これは、うん、これハッピーじゃないです。これハッピーじゃない。だって今何フレームですか。これプラス9ですね。あ、そういうことか。だからこれはね、10だと竜はハッピーだ。なるほど、その場合を意識してくださいってことです。うわ、めちゃくちゃいいじゃないですか。あ、これハッピーです。だから飛ぶときはそれよりも離れた場合ですね。わ、これ10、これはノーハッピー、え、ハッピーってことか。これは、要するにこれで10は、ハッピーでしたよね、確か。あともう一つ大事なことがあって、はい、飛び蹴りの、まあ、ジャンプ攻撃の当て方っていうのもあるんですよ。
まあ出すタイミングとかもありますよね。そうです。それは波動拳はもう波動拳の効果に当てるので必ず一定のタイミングできちんとしたタイミングでジャンプ攻撃を押せばヒットするんです、うん、それができてないということはジャンプ攻撃の出すタイミングに問題があるってことなんです。今ね、フードさんチェックしてますね。はい。ハッピーハードと、結構どのキャラもそうなんですけれども、早めに押してジャンプ攻撃の持続を当てるって感じにしないと当たらないです、うん。なるほど。気持ち早めなんですね。そうですそうです。先ほどちょっと配信に出ていただいた方をちょっと引き合いに出すと申し訳ないんですけれども、ユリアン使ってた方と。ユリアン使ってた方も、はい、ユリアンを使ってた方もちょっとジャンプ攻撃の仕方があまり上手ではなかったんですよね、うん、あれがきちんと、相手に対してどのタイミングでジャンプ攻撃をベストなタイミングで押せるかっていうのもうまさの一つなんですよね、うん、だからそのマイナス9とかは本当にギリギリです。7とか6とかであれば、うん、結構適当なタイミングで大丈夫。むずいな。それは3フレーム2フレームの余裕があるからです。なるほど。それによってまた、一応表記してあるコンボも、うん、マイナス9でギリギリ届くところのコンボなんです。あ、ってことはこれとあのもっと火力が上がる。竜の幸福度調査なんですけど、全キャラ調べてくれてるってことは、はい、その全キャラの方から、対竜に対しての、まあ、攻略距離が出てるってことですよね。そうです。だからこれの例えばガイルの幸福度調査があれば、全キャラガイルこの距離から飛んじゃダメ、はい、この距離は飛んでいいっていうのが分かるってことですよね。そうです、まあ、ガイル出すのはまたちょっと、はい、あの時間かかるんで、サガットはごめんなさい、サガットは一応ちょっと竜は試してみたんですよ、はい、うん、サガットはまた入れてないです。ああ、そうなんですか。数値としてはマイナス2なんですけれども、うん、マイナス竜がマイナス10に対してサガットはマイナス8なんですけれども、うんうん、めちゃくちゃ竜よりも距離が近いです。へえ。それはどういうことかというと、近づかなきゃいけないということで、やっぱ竜に対してサガットの球が強いっていうのは9入る。やっぱほら9入る、9入る、ほら10はさっき1回も入ったでしょ。9入る、はい、9は入る、9入る、10は入んないですよ。10は届いてないですよね、ルが。これはね、9は不幸だ。ちょっとうまく当てないといいんでしょ。だから間違ったら結構楽なんですよ。だからこれは要するにこれで出るのが対竜の話で、じゃあ例えば俺だったら、バーディー、はい、バーディー7から、だからバーディーにはもうさ、ハッピーハード打ち放題なんですよ。バーディー2つなんです。なるほど、7からいけんすよ。7からいけんだ。ただバーディーはしゃがみジャックパンチとかでデギアを潰すっていう対策もあるんですけれども、あ、まあそうですね、まあ一応ジャンプでバーディーの、うん、バーディーはまた特殊で、ジャンプ、まあ、強攻撃と中攻撃でフレームがちょっと変わってるんです。これをなんか見たときに、そのプラス、はい、例えば9からこう、プラス6からこうとかあるじゃないですか、はい、このプラス、あ、まあ、それは、はい、例えばそのそれはもう少し分かりやすい表現でもいいと思います。ちょっと面白いかなと思って、そういうふうな。はい、であのね、プラス例えば、対竜に関して言うと10フレからこうじゃないですか。で、はい、例えば対キャミーは7フレからこうじゃないですか、うん、この2つを比較すると、はい、竜はどっちの方が嫌なキャラになるんですかね。いやいやいや、単純に波動拳をガウサした時のユールフレームの状態から前ジャンプしたらなんで、7フレからキャミーで要するに、なんだろう、これあるじゃないですか、はい、これプラス8なんですよ、はい、要するにこの状態で、波動波動って打った時に、はい、竜だったらジャンプ攻撃、はい、確定しない、はい、あ、違うか、竜は、ハッピーハードになってるけど、うん、キャミーはハッピーハードになってないっていうことですね。キャミーそうっすみたいな、はい、うん、ってことはキャミーの方が、竜側からすると嫌だってことですよね、うん。つまりそのハッピー波動のあの数値が小さければ小さいほどいいってことですね、うん、そうですね、うん、だから、例えばキャミーとかの方があのハッピー波動決めづらいキャラっていうことで、この数値がでかいプラス10とかのやつはハッピー波動しやすいキャラ。大攻撃が下に判定強いかどうかで変わるんですよね。ああ、なるほど、飛びの、うん、だからそれで、試した結果、
下のコンボ表があるんですけれども、そこにはじめジャンプ HK とか HP と書いてあるんですけれども、それがその一番幸せに近い不幸、龍だったら Q の場合、ジャンプ強攻撃だったら当たりますよ、これ当たってない場合はそれは、ジャンプ攻撃のタイミングが悪い。いやー、俺これで気づいたけど、多分違うのありますね。お、違うのあるらしいですよ。いや、これ違うっていうより、いや、2つあるかもしれない、ゾーンが、ハッピーゾーン。多分これ、ザンギってこれ、ジャンプ中継で調べました。ジャンプ MK になってますね。そうっす。ジャンプ2つありますよ、ザンギ。ジャンプ HK だと MK でフレーム違うような気がするんだよな。おそらくこの6フレから今ハッピーになってて、5フレまでは不幸になっててアンハッピーで、その場合のジャンプ MK、 この下に書いてあるのが、前ジャンプして、そのまあ最大取った時のどの攻撃が一番いいかっていうのを出してくれてるんですね。でジャンプ MK もあったんで、多分そうじゃない。あのジャンプ MK ってリーチが長いわけじゃないんで、その MK の外の波動拳の場合有利フレームは増えるんだけど、その台形って下に判定が強くないんで間に合わない可能性あるんじゃないかなと。ああ、なるほど。ちょっとだからそれを2つ書いてあるのは、はい、フレームが違うはずですよ。それはバーディーも、そう、フレーム違うの書いてありました。はい、はい、それはバーディーも同じはずなんです。ジャンプ台形とジャンプ FK6、 これがザンゲーフのところ今見てます。あ、ちょっと、はい、また出先で一旦ちょっと、ね、見れてないですね。僕がメモ見ますね。すごいですね、なんかこの玉講座の調査。けどまあ確かに見てる人はちょっと分かりやすいかもしれないな、こっちの方が。そのまあ一応そのまあ残機とかは別にそのジャンプする必要はなくて他に玉抜きがあるんですけれども、まあ一応まあやってますよ感を出しただけで、残機の場合は龍に相当近づかなきゃいけないんですよ。マイナス3のところでジャンプ、まあ強キックですね。でマイナス5のところでジャンプ中キックが当たるっていうことなんですよ。これがプラス6ですね。プラ1。マイナス7。9。あれ、ちょっと待って、ごめんなさい。そうだよな。待って、前提さっきと逆でした。フレームが多ければ多いほどこう10フレからこうって書いてあるんですが、はいはい、ほどハッピー波動が難しいキャラ、数値が少なければ少ないほど簡単なキャラです。あ、そうです。だから、10、11、12、13、14はハッピー波動なんです。例えば、竜9、8、7、6、タイの、ジュフレ、竜とかナッシュとかあるじゃないですか、はいはい、このキャラに対してハッピーハードするのはすげえむずいってことです。剣とか竜とかに関してはですか、ネカリとかにハッピーハードするのは難しい。あ、そういうことになるか。で逆に7フレとか6フレのキャラは簡単にハッピーハードができる。あ、そういうことになるんですね。そうですね、そうです。竜側からすればそうです。竜側からすると近いんで近くても大丈夫ってことなんですよ。ああ、なるほど。そう、離れてるってことはジャンプ、垂直ジャンプで避けにくいってことにもなるんですよ。多動拳って遠くからガーさせると有利フレームが取れるんですよね、はいはい、要するにで遠くから波動拳、要するにプラス10フレの状態からやっとプラス10あるとやっと相手の Y ジャンプ攻撃をガードができるんですよね、うん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 、けどバーディーとかだったら そんなに離れなくても大丈夫っていう、うん、その要するに7、うん、プラス7の状態で大丈夫っていう。そうなんですいませんね。あ、いや、要するにこれは、はい、これはあくまでも竜目線の話で、竜目線の話で、竜から見て10フレームからハッピー、
まあ、リュウ対リュウね。リュウ対リュウはそうなんですけど、うんはいはい、チュンリーには8フレームから8フレーム。だから、チュンリーの方が、波動拳は機能しやすいということです。チュンリーの方は波動拳は機能しやすい。ハッピー波動が強いっていう前提で考えると、はい、これを見ると数値が低いければ低いほど波動拳っていうのは、有効になる。なぜならハッピーハードになりやすいから。ああ、なるほど、そういうことか。そうですね、そうです。あの、玉抜けとか一回全部度外視して、度外視ですよね、一、うん、回度外視して、うんうんうん、そう、だから6とかやばいね、これ。6って誰がいるの？ザンギとかやばいね。ザンギやばいんですね、なんかイメージなかったっすね。ザンギはもうジャンプすることがないんで、まあそのぐらいきついのかな、うん、その分他に玉抜き手段、玉消したりとかもあるんで、うん、バーディーも結構きつくなかったですかね。5とか6じゃなかったですか。バーディーもう、バーディーも6か7か。でもその距離って多分しゃくがみ逆パンチが当たる距離じゃないかなと思って。あ、てかまあ本で抜けれるんで、うん、あ、まあそうですね、とか、まあそうですね。でキャミーとか玉抜きあるんですけど、うん、EX ないと無理じゃないですか。うん、でキャノンストライクの方も一応抜けれるんですけど難しいし、あの、うん、減らないんですよね。そう、基本的にジャンプモーションってキャラによって違くて、うん、かつジャンプ攻撃が下に判定強いかどうかでもかなり変わるはずです、うん、でそれを調べてくれてるとですね。そうです。で、もう本当効果不効果のギリギリのところであると、ポイズン11勢だ。ハッピーハードしずる。結構厳しいです。ポイズンやっぱ下に判定強い無知があるからですか。多分普通のジャンプ勢なのに、うん、下に判定強いあの攻撃持ってるからハッピーハードしにくい。しにくいんだ。ってこう見るとね、ポイズンが一番ハッピーハードしにくいんだ。ってことですね。意外ですね。私は意外でしたね。俺じゃあ数字で、はい。で、そのジャンプ攻撃もまあ。私のレベルで数回っていうか、まあ結構な回数やって調べたんで、うんうんうん、ほぼ正確だと思うんですよ。もしかしたら多少なズレがあるかもしれないんですけども、まあ小池の誤植っていうのはしょうがないですから、自信はある。あれ切れました。あれあ、ちょっとっか電波悪いですか。おい、行った。あれ、あれですね。あ、はい、スト5の音聞こえます？こっちの聞こえないですよね。またスマホのディスコードなんで、音声しか聞こえてないです。ちょっとあの、こっちのヘッドホンが、聞こえなくなっちゃった。ちょっとお待ちください。声自体は聞こえてるのかな。一度切ってつなぎ直しましたけど、さあ、いけるなあ。バツっていきましたね。バツって音がしましたね。来てますよね。どうだ。すいません、配信自体声乗ってますでしょうか。配信では聞こえるけど、俺の こっちが音が全く聞こえなくなっちゃったな。あ、こちらの声も届いてないですか。あ、ポコさんごめんなさい、うん、ちょっとねこっちの行ってしまったかもしれないです。音がね聞こえなくなっちゃう症状が出まして、うん、しかも嫌な音がしました。バツっていう音がしてですね、まああの、はい、ちょっとヘッポコさんとの会話はここら辺ですいません、ヘッポコさん申し訳ない、うん、はい、こちらの音声トラブルで、まあ、というなんか理解はできた、はい、理解はかなりできたんで、はい、あれこれはね、はい、いい情報でございますよ。そうですよね。これただね、うん、俺は絶対にやらないそうですね、先に言います、はい、まあそれぐらい大変だっていうことですよね。だってこれだってさ、1人に対してさ、まあ、40キャラで今調べたわけじゃないですか。やばいやばい。弾、ね、持ってるのが3キャラぐらいだったらまだいいですけど、これ半分以上弾持ってますから、半分ぐらい弾持ってるんで、やばいんですよ、これ。チュンリーの気候圏のハッピーチュンリー、そのハッピー気候圏とかも調べ始めると、ね、多分超やばいですよ。あとね、上にもあったんですけど、なんか弾消えるぜってあって、弾消えるぜとまた変わってくるんですよね。あ、まあそうっすね。で、これね、だから、まあ、
竜ガイルサガットぐらいなのかな。多分そうですよね。うん、でまあ、ただこれは本当にあのエポコさんお疲れ様でしたっていう。お疲れ様です、ね、これはもう本当に、ね、だからこれは、はい、変だしこれをベースとして見ればいいんですよ。そうですよね。あ、はい、って言うとこれあれあこれ多分計算できるっすよ。確かに何かできそうですね。そうまあっていうのありまして、ひとまずこの幸福度についての調査っていう、うん、はい、あの僕は理解できなかったんですけど、お話聞いて、あ、なるほどと分かりました、うん、よかったです。でもうちょいだから、はい、あの書き方ってか、あのなんかあの書き方ですね、最初の、はい、枕が必要ですね、うん、あとねガード語の好き改訂版っていうのもできたんですよ。でもこれ来週行くのがいいですかね。今ちょっとあのヘッポコさんの解説聞きながらの方がさすがにいいと思うんで、うん、一応こういうのとか、これですね、玉食らった時の最大、これティアニー一応したんですけど、ヒット時死へつながるぜと、状況によってつながらないぜとか、あと弾消えないぜの弾の速度差ランキング、弾の速さランキングとか、なんかこういうのがあります。はい、ってことでこれはまた来週再来週以降、ただね、一応来週ちょっとお休みなんですよ。あ、そうなんです、すみません、ちょっとイレギュラーなんですけどね、私ちょっとあの、はい、別のお仕事がありまして、はい、あのそっちのちょっとということで、いつも毎月末は腕試しトーナメントやってるんですけども、来週はちょっとフードさん、お仕事入っちゃいまして、再来週、再来週に1週間ずらして、あれブロンズって2回やりましたっけ。ね、ブロンズ2回やりたいって言ってたので、はい、一応次回もブロンズ、ウルトラブロンズ以下の大会になります。はい、了解です。でじゃあ今ですね、もうあの、トーナメントは作ったので、でポポスケさんにも、機能してるか確認してもらってできてたので、まあ、このあと後々フードさんにツイートしてもらって、はい、ウルトラブロンズ以下の大会を5月の6日ゴールデンウィーク真っ只中ですけども、あのやる予定ですので、了解です。はい、皆さん5月6日夜7時、ウルトラブロンズ以下大会やりますので、はい、まあ、一応、はい、あ、もううちの子供いつ生まれてもおかしくない状態なんで、ワンちゃんこう生まれてるかもしれない、はい、そうですね、はい、そこも考慮してもらいたいなと、命名、はいはい、大会になるかもしれないちょっとです、ね、すごいですよね、もうそんな大変ですもんね。はい、もうこんな感じでかな、今日もね、はい、皆さんありがとうございます、ありがとうございました、またねっすよ、はい、すいません、へっぽこさん途中でしたけど、またちょっと来週再来週以降で、来週お休みは再来週も大会なんで、その次の週以降で、すいません、また玉講座やらせてください。お願いします。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。